やないか。皆さんこんにちは、ミルクボーイ宇都宮です。どうもです。 ABC アナウンサーの澤田彩香です。今日も3時までよろしくお願いします。よろしくお願いします。見た声大丈夫見たガラガラってなってましたけど、見た今日も今朝もおむすび、ね、朝ドラ出てたね。出てました。はい、バッチリ言ってました。あれは何だ、火曜日に出る契約してんのこのミルクボーイで喋るために火曜日だけ出る契約してる。いや、ちょっと私だからその契約知らなくて、ちょっと今朝まだ見らほな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 早かったな。いやいや、もう選手だけは思っとるかな。いや、昨日も見たんですけど浮かない顔してるなと思った。待ってくださいよ、この話になったらやばいな。そんな言わなかったじゃないですか、さっきお会いした時浮かない顔してるなと思ったんや。いや、作家の津村はちょっとこう俺の登場シーン見逃してしまいました、すいませんって言ってくれて、その時サーディ何も言うてなかったなんか見た感じで、ああそうですかみたいな感じだったけど、いやもうあの宇都宮さんが来られる前に津村さんと一くだりもあって、うん、津村さんに一瞬出てましたねって言われて、うん、そうなんですかって早かったな今日はまだ見てないってこと。今日はまだ見てない。今日はその、はい、見逃したってわけじゃなくて。そうなんですよ。あ、まあそれはお忙しいですから、それは全然また見ていただいてね。もう出えへんと思ってた、うん、いや、あれだけなわけないやろ。今週どっかでは出るかなみたいなのはあったんですけど、ちょっと今日やったか、今日やとは思わなかった。あ、ちょっとだから似合わせ予告はしてたんですけどね、 X の方では。あ、そうなんですね、それも見逃してた。しますっていうことでね、いろいろ見逃してた。もうちょっと早めに言うとしね、明日出ますとかね。そうですね、事前に言うとしね、それったら。いやいや、そんなんじゃないやん、朝ドラって毎日見てて、毎日見てて、出る時だけ見たいもんな。話分からんやろそんなん俺メインで見てる人少ないから、ここで喋るために見たいもんな。いや、やっぱり大崎ファンなんで。いや、そうやね。大崎推しとしては。そうそう。でもちょっと今週からそのね、地震のね、うん、時の当時の回想シーンとか入ってきて、ね、ちょっと悲しいシーンが。そうですね。多いんですけども。そんな中の演技っていうのはやっぱり難しかったですね。ああ、そう。俺は見たよ、今日。あ、見てくれました？見た見た。俺毎日見てる、普通に。見逃さず。もうまあ別に大崎ファンではないけど、普通におむすびファンとして見てる。ああ。うん。出てきたと思った。わかった。すぐわかった。いや、出てこうへんのかなと思って、うん、まあでもここに大崎が入る余地ないやろなと思ったら、話的に。いやいや、ちょっと待ってくれよ。ここに別に大崎が入る余地ないやろと思ったら。出演者でオファーされてんねんから、余地とかそういうものじゃない。大崎を使いたいから、どこに入れようかなやんか。脚本家さんからしたら。あ、そうか。余地ないとかそんなこと。大崎は別にここには入らん。大崎いらんか。邪魔なる。家追ってくれと思ったんやけど。いやいや、それ、避難してきてるやろ、大崎。まあ、家追ってくれと思ったけど、だから割と早めに、今日の中では割と早めに出てくる。今日の、ね、言うたら15分の中では。はいはいはい。だから見逃す人も多いかもしれん。で、ちょっと、そうね、なんかいろんな。なんかその、やっぱ、地震の後っていうところの、描かれ方で、ちょっと全体的にさ、こう暗いやんか、うん、こう煙が、その、埃が舞ってるというか、あれすごい。その演出があるから、うん、よく見てなかったら確かに大崎も消えてるっていう、そう。で、感じの。なんかそういうシーンやから全体を映してる、うん、なんていうの、画角が多くて。瓦礫みたいなね、感じとか。画角が多いんで、その、避難所とはこんなもんで、こんな感じでしたっていう説明もあるから、うん、そんな大写しにならへんというか、大阪。なるほど。うん。だから、一周目の時、先週か。手前の段ボールより小さかったです、大阪。そうやな。先週だからデカ映しすぎたよな、大崎を。大崎からぐーんって行って、散髪屋でなんか、デカ映しすぎたから、次の大崎ちっちゃめで。先週の皆さんの反応を見て、それわざわざ編集してないの、もう多分何カットかあったやろからな。大崎近いバージョンのも今日もあったやろし。てか、ほんまに、多分、あの、まあまあ、ずっとあるやん、今日の大崎近い。いろんな角度からも撮るから、大崎の後ろからとかも撮りましたよ。大崎目線みたいな。そうそう、まあドラマってね、でもそんなんなんでしょうけど。だからどの大崎を使うか、ってなった時に、今日はもうちっちゃい大崎で、今日は。でも探しがいがあるというか、大崎ファンとしては、まあまあまあ、大崎いたっていうこの喜びはある。でも、セリフの長さ的には、今日の方が長かったでしょ。ああ、まあそうか。で、あとその映ってないとこも声だけが、向こうでなんかしてる声が流れてるっていう。そうなんですね。そうね。うん。すごい。すごいよ、ほんまに。だから、画面に映ってるで言うたら先週か。でも長いのは。そうね。うん、立ってるだけの。っていう話の時、後ろで、なんかどっちかです、大崎は。喋るか黙るか。長く映って、長いセリフはないです。そうそうそう、どっちか。決まってんねやろな、大崎の。そうそうそう。映してられへんから、長いセリフの時、大崎は。
確かに。棒立ちやから。あの長いで、あれやで、俺、これ、あれやで。で、台本ね、今日もちょっとね、皆さん、お二人だけにね、見せようと思ってきたんですけど、セリフ現場で増えたんやで。それがすごくね、大崎へのこの、手書きの、そう、ほんまはこのね、ちょっと救援物資をね、届いたので、みたいなセリフのだけだったんですよ。はい。けど、その、映ってないとこのセリフ、その後も絶対大崎は喋ってるんでっていう、はいはい、ちゃんとみんな現場の人も大崎のことを考えてくれて、リアリティも追求して。そう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 。ほんのそれはもうじゃあ、声だけ。だから俺めちゃくちゃ緊張したの。これだけ覚えていとったんや。確かに書いてある。台本のとこだけ覚えてたら、現場で、これもいいですかみたいなんで。その映ってなかったやん。その、二言目のとこは、大崎の姿なく声だけのシーン。の時はどうしてんの大崎は。もう。いやいや、だから撮っとんのよ。そこの大崎を、よりで撮ってる。じゃマイクだけ、こう近づけられて、声だけ収録してます。めっちゃ冷めるやん、それ、大崎。じゃないやん。ちゃう。全部最後まで。大崎の演技はしながら。全演技はしてるよ。ああ、うん。それカメラで収めてもいるってことでしょ。いる。そらそうでしょ。なんねや、あれ。なんやって俺の方向いてたの。フリーでやってる。そうか。それに合わせて、じゃあ、だから。皆さんも演技もしてるってことか。ほんまに、だから結構エキストラの人が、めちゃめちゃ言い張ったんよ。焼いてるよ、これ避難してる人。その、教室にも、ぎゅうぎゅうに入ってはったし、で、廊下とかにも、いてはんのよ。だからあれ、カメラに映ってないとこも、いろんなカットで使うからさ、ちゃうシーンでは映ってたりするっていうのはなんだけど、そうそう、だから俺、ほんまにその、名簿とかをね、作るのになんか紙渡すんやけど、はいはい、それとかもその、エキストラの方3人ぐらいにこう配って、ほんまに、だから向こうはもうほんまに、必死な演技やんか。避難所での感じっていうか。私ありますみたいなことを、その向こうの方もアドリブじゃないけど、そういう自然なセリフとして言うてくれるから、俺も目合わせて、お願いしますっていう。言ってるんや、声だけ。言ってる。うん、声だけだから、そこ。そうやで。だから全部気合い入れて、全セリフ、演技もありながら、やってますよ。そうか。そう。今日のはじゃあ別に、先週言ってたみたいな、ちょっと演技、なんて言われたんだっけ、暴れちゃっていいですからね、やったっけ。ああ、前の時はね、サンパさんのシーンはもっと暴れちゃっていいですからね。あ、俺暴れてなかったんや、みたいな。めっちゃ小さくまとまってたんやって。まあでも今日のはまあ暴れるとかじゃないか、ね、今日のシーンでは。今日はね、別に何も逆に言われなかったというか。ああ、うん、もう言ってもしゃあない。でも俺はこのセリフだけでもいろんな大崎の葛藤があったからね。なんか、避難所のシーンで、まあ、先生やから、あの学校の先生やから、うん、言うたらちょっとリーダーシップ発揮して、一応、大崎自身も被災はしてる、被災者ではあるんやけども、言うたらまあ、先生という、この魂があるから、その、引っ張っていくっていう感じやねん。でもなんかこう、そういう明るいシーンでもないから、まあな。でも、これまでにもこの教室の裏側言うで、俺が作った大崎の裏側。これが初めて会うやつじゃないやん。ほんまのやつじゃなくて。ほんまの言われたやつじゃない。何も言われてない。監督に言われたやつ。何も言われてないから。俺の大崎。ほんならええわ。別に、お前のやつはええわ。大崎は、監督に講習あったんやったら、レクチャーあったんやったら聞きたいけど、その、これは実はこういう背景。ほったらかし大崎。じゃあええかな。でも、俺の中でさ、その、初めて会ったとこじゃないと。いろんなこの、顔合わせて、この、避難所の中でもね、たまたまこの、届きました、救援物資届きましたっていうシーンやったってだけで、そこまでのデータの皆さんの顔見知りではあるから、そうですよね。そうそう。まあ、学校来てる子やもんね。そんな暗い顔ばっかもしててはあかんのかな、大崎は、と思ったら。なるほど。うん。もうちょっとこう、前を向いて皆さん、行きましょう、みたいな。一日経ってるからね、これは。鼓舞するというか。地震から、そうそう。だからちょっと明るめなんとか、なんか、何回か撮るやんか。明るめのんとか、いろいろ考えて、やっていってましたよ、こっちは。明るいはでも明るいっていうか、その前向いて。元気出す感じ。うん。そう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 。そう。まあ、手空いてる人、救援物資が届いたので、仕分けを手伝っていけま、いただき、まあ、まだ見てない、ごめんな、ただいい。後で見ると思うんやけど。こういうのもちょっとなんか明るいというか、なんかこう声にこう張りあるというか、表情だけでもちょっとこの希望に満ちたみたいな、映ってなかった。でも声色に乗ってるかもしれないですね。だからそれ楽しみです。それを表現させてもらいました。結局じゃあどれがでも放送されたのかな。今日俺はそれ放送されたやつしか知らんから、その明るく鼓舞する大崎が放送されたのか、ちょっと
自分の中でちょっとまあ声を落とした大崎が放送されたのか、うん、どの大崎が今日結局じゃあ採用されたのか、俺が思うにはね、俺もそのどのパターンを使ったか聞いた感じでは、うん、別に鼓舞してないやつニュートラルを大崎、うん、脚色つけずいらんことすなって、ね、うん、なんか鼓舞したのは俺のアップの時からやってん多分。ああ、なるほど。先に多分ああいうあっちを撮ったと思うのよ。あ、じゃあ放送されてない方のってことか。その一応アップで撮ってたけど。そうそうそう。だから鼓舞しすぎたのかもしれない。俺がそのアップはこれ使えへんってなったの可能性もある。監督の意図に沿ってなかったって。うん。なるほど。難しいですね。難しい。このちょっと難しかったよ。やっぱり。うん。だ今日の中でも何回か出てくる。で今日のだから一箇所と声やね、うん、言うたらそうね、うん、うん、だからそっからだからどうなるか、また来週火曜日見る会に合わせて火曜だけ、いや火曜だけ出てくる、ありがたいね、見る会に合わせたらありがたい、人ちゃうのよ、見やすいで、火曜日見とったらええって皆さんね、うん、なってくる、いやでもほんまにもうこれもう超お知らせしましょうか、じゃあ超お知らせ、はい、もう完全な個人的な予感ですよ、はい、完全な予感ですけど、うん、明日も大崎出るかもしれません。おっと、これは出るでしょう、じゃあ大崎が言うなら、もしかしたら大崎が言うにはやっぱ出るでしょう、大崎に聞いたところですね、まあまあそういうね、姿出ます、でも大崎のまた声だけ大崎やめてくださいよ、またいやいや大崎はね、姿出てくださいね、出ます、大崎の出ると思いますよ、うん、あでもなんかこう逆に分からない、どういう仕上がりかほんま分からへんけど、まあまあ、大崎結構動いてると思います、忙しく、なるほど、うん、その今日のさオープニングのイルミネーションの時に大崎あった、俺大崎なかった気がして、今日イルミネーション見て、あそこちょっと見て、名前のとこ ありました、あったか、あるよ、そら大崎出てんやからいやでもないことになってるから、だからないんかなと思ってイルミネーション流れてキステキストラさんやと思われた、ないんやと、あったんや、まあもちろん出るから、あった、うん、あいや、ほんでの、エキストラさんもめちゃくちゃいてはってさ、はい、その中にさ、あ、映ってたかな、今日。うん、芸人がおったのよ。え？そう。大阪の。普通にエキストラとして。そうそう、エキストラとしていろんな人に参加してるみたいで。バイトで？バイトなのかな。募集があるのかな、それ。わからへんけど。うん。あれ、同期のさ。同期？松竹、松竹の。あ、松竹。花井二等兵。花井二等兵。花井二等兵さん。はいはいはい。はい、何だっけ、コンビ、ダブル刑事。ダブル刑事。ダブル刑事でやってる今。うん、ええー、が、おったのよ。すぐわかるけどな、花井二等兵おったら。なんか、髪、あ、まあでも髪の毛とか。うん、あ、ほんなら多分、今日のシーンでは映ってなかったのかな。ええー、おったのよ。で、えらい、俺の出るシーンとかでも、そのシーンのエキストラされてて。なんか、うん、めっちゃ寒いやんか、まあ1月やから。まあ1月。で、廊下やし。寒そうななんか演技とかして、ちょっと笑いそうなった。同期やからね。同期やから笑いそうになったっていう。あんなやつおらんやろ、その震災の。もっと前じゃない、時代設定というか。ちょっと注目。前やろ。注目。何してんの何してんのって言ってん。え、花井のままでおる、帽子とか被ったり。花井のままよ。そんなやつおらんやろ。94年とかの時代にも。もっと前は上だけ、ね、上だけハゲてて。64年とかさ。髪長くて。髪長くて。うん、そうやねん。で、なんか廊下で、まあめっちゃええ演技やったわ。けど、なんかその、花寄るやんって俺は、まあ、まだだからごめんなさい。見てないからな。ごめんなさい、ほんまにこう役者に入りきれてない。申し訳なかった、ほんまに。ああ、そうやね。それはもう、大崎抜けてるやん。最低なことをしてしまいました。乱されてしまった。花寄るやん。花寄さんもなってる演技してる。演技してるとか思ってしまって。ええー、うん。それ冷めるな、それはちょ、ごめんごめん。大崎。ね、大崎ファンとしたら。いや、最初は、いや、ちゃうねん。だから、挨拶は後でしてきたから。え、廊下、今日映ってたような廊下に。そう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 。まあ、花居ると思って見てないからな。そうやろ、花居ると思って見たら、おるんかもしれん。おったかもしれん。うん。だからもう一回見なわからんかも。そう、普通に。だ今日のも結構、重要なというか、うん、こう、いい場面やったんですよ。うん。この、震災後のいろんなことあるっていうところの。ストーリーに関わってくるような。そうそうそう。やったから、そっちを結構中心に、そうやね。見てたから。うん。そう、廊下の花井二等兵まで見てなかったかもしれんな。おったんかな、どうやろ。いや、だから、おらん、こんな人おらんってなって、カットされてるかもしれん、うん、花井は全部でね。もしかしたら。いや、エキストラ来てんのに。こんな方は、あの時代いなかったっていうので、もしかしたら。被災しすぎて、一人。声だけ使われてる。声だけ、うーとかね、寒いとか、ガタ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 みたいな、花井が寒がってる。やっぱすごいのよ、ほんま、セットが。
なんかほんまに当時そういう、避難所を経験された人の意見ももちろん聞いて、でそういう人も現場に来てはって、あ、そうなんですね。そう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 、見に来てはったのか、まあちょっとこういう時はこうでしたよとかっていう指導じゃないけど、そういうのしてくださって、あとほんまになんか連絡先とかもさ、あの時だから携帯がそんなないもんね。ああ、でもそうですね。はい、全然、ね、ほぼほぼ持ってないやんか。うん、電話番号を書いてて、うん、掲示板に、何々、場所にいますとか、連絡くださいとかっていうのが、ベタベタ貼ってあって、あれだから大変やったやろなっていう、いほんまに、その勉強にはなったね。確かにね。そう、だから役者さんとかそういう資料とかもなんか、目を通してって言うて貼ったね。そうやな、まあ、あれすごい、ね、あの再現というか分からんけど、うん、ほんまの感じ、リアリティがすごいもんね、映像見ててもなあ、怖っていう、そうやね、の分かりますね。そう、明日もじゃあもしかしたらね、大崎と花井が大崎と花井、花井も役名みたい言うね花井もなんかあっちの世界の名前あるやろこっちの世界で花井やけどさあっちの世界で名前あるやろ花井出てあるかもしれませんので、明日もじゃあ明日じゃあサージ見れますか、明日は。はい。ちょっと今日のと、一緒に今日の録画分と。ちょっと、そうなんですよ。火曜日はどうしても、ABC にずっといるので。はいはい、そうですね。録画をこう見るタイミングが、そうやな。ちょっと難しくて。ああ、そうやな。はい。うん、確かに確かに。ちょっと、という言い訳をさせていただいて、まとめて明日、楽しみに見ます。花井探しもちょっとしたいですね。今日のもう一回見て、大崎に気を取られてたんで。花井も合わせて。いや、気を取られてたってないね。でも明日以降も花井さんも出る。花井はいるかもしれない。もしかしたらね。見とこう。ちょ、集中して。楽しみが増えましたね。はい。チェックしましょう。ということで、お知らせの後、メールのテーマを発表します。それでは、テーマメールを募集するリスナーが言うには、今日はですね、まあ、内海さんがいろんな演技を大崎でしたにもかかわらず、はい、一番シンプルな大崎が声で使われていたということで、うん、大正解ですよそれはほんまにテーマいらんことすなでお願いします。いらんことはしてないよ。いらんことやったんやな。じゃあいらんことじゃないねん、その必要なことして違うかったっていう勉強よ、うん、勉強の今途中、トライアンドエラーみたいな、うん、そうそうそう、ナイスファイトみたいな、うん、そう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 、エラーまでも言ってないけど、ね、うん、まあまあいらんことすなと思ったやろな、編集してる人は。いや、ほんまはもしかしたら大写しで使ってあげようと思ったかもしれんけど、なんかいらん。そこがだから落ち着いたトーンの大崎やったら、その顔アップで落ち着いた大崎でハマってたかもしれん。うん。だからそこがポップやったから。違う風に捉えられたんかもしれへん。俺のその勇気づけようとする笑顔が、うん、何をこういうシーンで笑うとんねんっていう。そんなんちゃうでって。こいつ読んでるか台本って。そうなったらいらんことすんのよな、ほんまに。どう思われてるかもしれない。誤解やけどね。ちょっと悔しいですね。うん、悔しい。間があるんやろな、その、あんねん、演技が上手い人からしたら、その、ね、ほんまに細かい小数点の間があるんでしょうね。うん、そのポップなまでの間の。うん、そこが高すぎたのね、一気にポップになりすぎて。笑うか怒るかしかないから、俺。そうそう、その間があるんやろな。ゼロ百。二パターンやからな。そりゃいらんことすなってなるな。うん、でも、この間、磯村隼人さんにインタビューする機会があったんですけど、はいはいはい、その時に、やっぱりその、ちょっとこう、なんて言うんですかね、もっと自分でこう見せたろうっていう気持ちが出る。と、見透かされるらしいです、監督とかに。ちょっと目線長めに、あと0コンマ何秒残そうってしたら、あ、今ちょっと長めに残したな、いらんねんなって思って、うわ、すごっ。もう一回じゃあお願いしますってなったりするらしくて。読まれてるんや、監督からしたら。そのちょっと、スケベ心じゃないですか、はいはいはい、全部。残したろうみたいな。なんか、全部読まれて、ちょっと恥ずかしい時があるって言ってました。ああ、そうなんや。すごいな。はず？だからもう全部バレてそうやん。大崎なんか。素直になるのが大事だそうです。ああ、はい、なるほどね。別に演技やけど、素直に。素直に全部、その反射。こういうこと言われたら、普通こうするって、素直な反応が大事っておっしゃってて、うんうんうん、わあ、深い世界って思ったんですけど。深いな。でも演じなあかんでもね。そうそうですよね。演じつつ日常でもありながらっていうことだよね。なんか演技で覚えてるんだけど、昔なんか松浦彩さんが、なんか映画かなんか出られた時に、監督に 0.1% だけ笑ってって言われたらしくて。微笑。ほんまに 0.1% の微笑。できる？ 0.1%。もう笑ってないやん、0.1%。そうやねん、そうやねん。でも、心だけじゃない、もう。でも、どっかちょっとこの 0.1% は、笑って、ちょっとやってみてくれる？コンさん。
言われてしまう。言われてしまう。睨んでる、睨んでますやん。睨んでますやん。めっちゃ今心は嬉しかった、今。普通晴れたっていうぐらいの、今日晴れたっていうぐらいの感じ、今、心の中では。見上げてるやん。晴れて、やつは晴れたの演技やん、それ。あ、0.1 ってむずいのよ。0.1。え、今0やった、俺。いや、0っていうか、その何、何やろ。不機嫌、なんか、不機嫌。なんか不機嫌な、なんか自分のプリン食べられましたみたいな、知らぬ間に食べられてましたけどみたいな顔でした。見てないところに睨んでるみたいな、な、うん、めっちゃ笑ってたけど今、うん。俺ちょっといい。はい、宇都宮さん。あの遠い目。マジ？トイレ入られてるやん。トイレ入られてる。嘘やん。どこ行ってもトイレ入られてる。マジで？むずっ。さらにうまいんじゃんこういうの、ほんまになんか。なんかこうだってさ、アナウンサーさんって感情をさ、ニュースによって持ってこう、まあ、イライダー100から落としていったら100悪いから、まあ、だいぶだいぶ長くなるけど、ね、そっから 0.1 までいくのはちょっと時間めっちゃ長いけど、1も10分の1ぐらいになりそう。 1で10やもんな。 0.1 お願いします。いきます。うん。みんな不機嫌やん。いやいや、怒ってんねん。怒ってるわ。なんか目が座る。なんかその、0.1 って思うと、抑えようとしすぎて。そうね。目変えたら、目笑ったかもな。絶対目笑ったかもな、0.1 になったら。え、だからモナリザ的なことですか？あ、そう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 。あ、まあ、そんな感じで演技指導されてた。ああ、そうなんですね。あれ 0.1 か。結構、笑ってるよ。いや、難しいですね。むずいよね。やっぱだからそこは奥深さ、まあ、いらんことすなってなりますわ、これは。難しい、ね。ほんまにそう。バレバレや。うん。ぜひ皆さんもいらんことすな、まあ、相手に対しても自分へのツッコミでも何でも大丈夫なのでお待ちしております。はい、メールは mb@abc1008.com mb@abc1008.com、 ファックスは 06-6451-1000。 紹介したお便りの中から抽選で番組グッズをプレゼントします。そしてこの後1時20分頃からの今週はこれやがな。今日は学生芸人出身の期待のルーキー、純情男子センス系コント師、お兄ちゃんが登場です。コンビ名ですからね、お兄ちゃん。お兄ちゃん、片仮名、気になりますね。気になんのよ、これ。でも最近お名前をなんかよく耳にする劇場でもね、気もします、ね、うん、楽しみですね。楽しみです。また番組では X もやっております。ぜひフォローしてハッシュタグみるかよ、ひらがな4文字でポストしてください。では3時までよろしくお願いします。ニュースどうなってんねん、それは。このコーナーは金福明太パークがお送りします。1週間で起きたニュースをピックアップ、ミルカヨメンバーが一緒に考えるゆるめのニュースコーナーです。最初のニュースはこちらです。サバンナヤギ、世界一ゆるい勉強法で難関資格合格。お笑いコンビサバンナの八木真澄さんがファイナンシャルプランニング技能士1級に合格したことが分かりました。 FP1 級は資産運用や相続、税務など日常生活からビジネスシーンにまで多岐にわたる金融知識が求められ難関資格として知られています。八木さんは2022年5月から勉強を始め、お笑いの仕事と勉強を掛け持ち、ロケがきつい時は15分間、仕事がない時は6時間ぐらいを毎日欠かさず続けていたそう。勉強は辛いというイメージを覆したく、苦痛なく楽しみながら勉強できる世界一ゆるい勉強法というのを自分自身を実験台にまとめることができましたとコメントしています。すごい、すごいですね。すごいですよね、これね。ちょっと八木さんが話題にいっぱい上ってますね、最近。営業のやつもおもろいし。なあ。へえ。でもずっとなんか、ずっと昔からなんかそういうさ、ゴシップとか、そういう都市伝説とか、ほんまそういう情報めっちゃ詳しいもんな、ね。多分、熱心なよな、一個掘り出したら。ああ、そうなんだ。めっちゃ詳しいんです、そういう。ああ、なるほどね。いろんな情報。世の中の都市伝説ね。とか、うん。で、ゴシップも好きやし、なんか、他のなんかそういう、なんていうかな、違う世界の話とか、なんかそういうのを、
を結構ずっと聞いたことある、八木さんに。これこうなん、まあ、宇宙的なことまで言ってないけど、なんかそういうなんか。多ジャンルに。そう、サブカルチャー的な話をめちゃくちゃ詳しい。だから多分その矛先を、このファイナンシャルプランナーに変えて、勉強しまくったら行きはったやろな。記憶力とかもええやろしな。なんか何回か落ちて、そうやね、4回目もね、そう、何回か。何段階かあんのよね、試験がね。ああ、そうなの？これそうそう。なんか、だ仮面実写みたいな感じの、多分、一個受かっても一個なんかみたいな、そう、なんかあったはずやで。そうやね。だから実技と筆記の感じなのかな、ね。なんかそれ、こっちはいけてるけど、こっちはあかんみたいな、があるとかいうのを、だってこれなんか軽くの問題のなんか例題みたいなのあるけど、すごいなんか、法定相続人とかさ、誰がこの家族では、このなんぼ、なあ、ね、遺産を相続できるかみたいな、この、すごいなんか金がなんぼあって、現金なんぼあってとか、建物のなんか代金とか、これは、すごいわ。絶対知っときたいよな。知っときたい話やね。知識があると。でも自分で知ってどうなんすの、これ。いやでもそれこそ相続の話とか。そうそう、なんか。そんなありますか？相続するお金が。住宅ローンとか。なんかね、そう、家買ったりしたら。ありそうですけどね。なんか人に任せてより自分でできた方がまあまあ絶対いいわな。信用できるよな。でも最終誰かを、そういう資格ある人を頼るわけでしょ？税理士さんとか。ああ、まあまあ。でも、その直前までいけるんじゃん、自分で。八木さん、この資格持ってる。どういう資格かわからんけど。すごいな。すごいな。こんな制度とか法律とか。わ全部しとかなあかんもんね。はい。記憶力もやっぱり必要そうです。さらにそこは別に行こう。その、気象の試験を受けたけど、ここの、こっちのジャンルは行こうとはならないですか？なんか、勉強し始めたら熱中しそうな気がします。けど、私数字が苦手なので、多分このファイナンシャルプランニングとか、簿記とか、こういう数字系は、なるほど。一段ちょっと、ハードルが上がる。なるほどね。だいぶむずいな。気がしますね。6時間なんか勉強したことないで。受験ある ?6 時間。6時間。でも、高校受験とか、なんか塾とかの時と、まあ、もちろん休憩時間とかあったけど、夏季講習とかなんか長いのあったで。確かに、夏季講習長い。1日仕事ですもんね。何に対する高校に対する受験。高校、大学大学かな。あ、でも、どっちも行ったな、俺、駅前の塾行って、夏季講習弁当持って行って、休憩時間。だから6時間ぶっ通しじゃないけど、こういうのあったな、朝から行って、出てきた夜や、みたいな、もう帰ってる。でぶっ通しでやってはったんですかね。八木さんぶっ通しの可能性もあるな。いや、それやったらすごいです。集中力あるしな。いや、そう、塾、だから高校、大学受験ぐらいじゃ、ぶっ通し6時間なんかやるの。でも1回とかやもんね、そのやったとしてもさ。まあまあな。その毎日のようにできへんよ、これ。だって2022年5月から勉強始めて、2年半ぐらい。早いですよね、多分ね。その生活を。早いかもしれないですが、でも6時間とかでやる生活を続けてるっていうのは。絶対無理や。すごい。前でもなんか、お会いした時、NGK かななんかでお会いした時に、八木さん別に、なんか、ああ、そうやね、みたいな。そんな、そんなしんどそうでもなかったんですよ、勉強を。それがすごい。多分それができるんやろね。あ、やってんねん、つって。で、なんか、個人的には、その、八木さんのなんか、まあ、トレーニングもずっと昔からしてるし、話も、なんかちょこちょこさせてもらってたから、別に面白いというか、変な人度合いとか、面白さ度合い知ってたのに、なんかここの、最近こういう資格とか取ってなんか、みんな、チヤホヤしだして、いや、ずっとおもろかったやんと思って、ずっとおもろかったやんと思ってて、それを言ったら八木さんに、いや、八木さん別にずっとおもろいですし、なんかずっと変やのになんか最近急になんかみんな、あれですね、みたいな、言われてますね、って言ったら、あ、せやねんって別にそれも嫌、それも嫌そうじゃなかった別に。何せやねん、なんかな、俺もやってたのにな、とかってくるんかなと思ったら、いや、せやねんって。だからほんまにピュア。せやねんしか言ってない。ピュアやった。2回せやねんって言っただけや。あ、それ思ってないんやと思って。だから自分やったらさ、いやもう俺ずっとやってたのになとか、なんか今になって言うてくんなよなとかの会話を予想してたけど、全然、なんかそんなことも思ってなかった。ほんまにピュアやった。へでも素敵ですね。なんか昔出してたなんか、架空の何やったっけな、虫やったっけ架空の、恐竜恐竜とかなんか虫とかなんかね、
あの本とかも出してあるもんね。HG さんが絵描いてるやつな。へぇー。八木さん。そうなん。生き物図鑑。架空の生き物図鑑かな。架空の生き物をずっと、ツイッター時代から多分上げ面白、面白。上げてて。へぇー。そう、なんか。だかそれを、絵を、八木さんが描いた絵を、元に HG さんがちゃんと絵描いて、架空の生き物図鑑みたいな、最近も出しちゃったな、なんかそれ。すげえ。だから、面白いね。ダサいよ。ダサいすぎる。面白いね。で、なんか、な、その、ウイスキーとかも、白州のいいボトルに、架空ウイスキーの違うやつ、安いやつ入れて、ええやつ飲んでる感じになるやろうっていうのとかな、八木さんの。別にこれでええねんっていう。ええやつ飲んでる気分になるやろ。わからんやろ、2杯目からっていう。それでいいんや。確かにっていうのかな。あとなんか、町付きのあれを持ってるね、ずっと。町付きのビニール袋を持ってて、営業とか行った時にお弁当を全部持って帰れるように。町がないと、普通のビニール袋やったら弁当が縦なるから、ケーキ屋の袋みたいな、町付きの袋、下が四角形になってる。かなり広いタイプのですね、町が。町があるやつを、持っていかない。あかんねえ。で、ずっとカバンに待ち付きの、あの、袋持ってて、なんかそれが、ちゃんと営業の人もなんか、確かに、ですね、みたいになったらしく、吉本の営業から正式に待ち付きの袋が、ちゃんと、100部かなんか最初とりあえず吸って営業先に置くようにしたっていう。用意してくれてる弁当置いていくのも悪いし、で、待ちがあった方がええからっていう八木さんの意見を採用して、町付き袋を吉本が常備するようになったみたいな、なんかその。営業部を変えたんや。八木さんの意見で。世の中を変えていってるやつあるね。面白いですね。あれ見てないですか、営業の、営業ワングランプリの動画みたいな。吉本 BS 吉本ね、なんかやってますね。YouTube で何百万回かなんか再生されて、八木さんの営業マニュアルみたいなのをずっと言うだけの。あ、そうなんです。マニュアル。うん、あ、そうそう。なんか、行った時、まずサインから書きましょうとか、なんか、ヤギさんが営業先に行った時の、なんか、ノウハウをずっとみんなに。サインがね、置いてあるのよ、テーブルに。そう、あの、書いてください、みたいな。書いてください、なんか、これ10枚お願いします、とか、そうそうそう、アテナとか書いてんねんけど。楽屋にね。まあまあまあ、場合によるけど、その後で書いたりする人も、そら、おるし、書いてありますよね、うん、タイミングは。まずサインを、まずサインを心よく書こう、みたいなとか。ねえ。とか、裏でオフにすんな、みたいな、その、表の顔と同じ顔で言いましょうとか、なんか。そういうなんかね、営業のなんかノウハウをずっと言うてる動画があんねんけどな。でもそういう多分、こだわりがあるんやな。だからこそこれいけたっていう感じだね、八木さんの。すごいよね。すごいわ。すごいですね。まだまだ取り張るんじゃ、いろいろ。わからんことあったら聞いたらいいってことだもんね、八木さんに、お金のことで。いや、でも本当そうですね。絶対知っときたいもんな、なんかな。頼もしい存在が。頼もしい。できましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。では続いてのニュースはこちらです。異例、朝ドラヒロイン生中継発表へ。時事作の25年度後期連続テレビ小説バケバケヒロインについて、本日29日に発表会見を行い、同日放送の列島ニュースで生中継されることが分かりました。またヒロインは午後2時台の同番組でスタジオ生出演するということです。ヒロイン発表会を生中継するのは極めて異例。このドラマは松江の没落士族の娘で小泉八雲、ラフカディオ・ハーンの妻小泉節をモデルに描くということです。なるほど。もう次の次の次自作なんやな。先に先にやもんね。ですね。これも大阪が作るってことですね。交互やから、はいはいはい、うん、次がアンパン。アンパン、はい、楽しみやね。山田美桜さんですね。柳瀬さんのね。ちょうどもうあと1時間ちょっとぐらい。うまいね。でヒロインが分かる。はあ。いつもってどうやって発表してないのね。いつも普通に、いつもね、この人になりました。ただもう生中継とか。生中継はないですね。会見とかでもね。会見があるんだね。誰やろ。誰なんですかね。いや、その、広すぎるけどな。無名の人とかじゃないでしょうね。どうなんでしょうね。いやー。この人ですって言われてもあの、能年玲奈さんってどういう感じで出てきはったんですか。あー。アマちゃんから出てきはったのかな。もっと出てたけど、
バンって出たのがアマちゃんっていうことなんですか。でもバンと出たのはなんかね、でかいのはブレイクっていう、そういう感じの人かもしれんもんね。だからそうですね、今埋もってる原石みたいな人とか。でもこの小泉節さんがどういう人なのな。そうや、細いなんかな、背高いとかさ、そんな特徴があったら、うん、確かにそれにちょっと合わしそうですけどね。イメージがあんまりね、こう、うん、我々にないからこそ誰なんやろうっていうのが難しいですけどね。でも大体今活躍されてる方はもう出てはりますよね。広瀬すずさんとか夏空、ね、でも安藤サクラさんええな、妻といえば。うーん、ああ、あれやん、満腹の時ゴジラやろ。ゴジラも出たし、満腹の時もそうよね、妻よね。うーん、そうすごい、むっちゃ寝てるやん、もう。なるほどね。そうなんや。誰？いや、ちょっと情報回ってきてないですよ、大崎までに。あれ、大崎ちょっと仕入れといてもらわないと。次これやねんって。そんな話にも全く関わってないですよ、大崎は。でもこれなんか、一回出たらさ、朝ドラとかも何回も出る人もおるやんか。そうですね、特に芸人さんとかは、いらっしゃいますもんね。うんうん、俺がラフカディオハーンかもしれんしな。おお、言ってないだけで。まさかの。もしかしたら。それやったら、セツさん知ってるやろ。誰か。この人となりました。わからんやんか、それはもう。ラフカディオハーン、多分、めちゃくちゃその、掘り深い。あ、そうなんですね。あ、そうなんや。ちょっとちゃうんか。角刈りではない。外国の。角刈りおらん？バケバケの時代に。バケバケ、角刈りはいるかもしれないですけど。確かに角刈りなんか絶対その朝ドラのちょっと昔の描いたら絶対おるからさ。うん。うわ、これはええわ。また大崎おるやんって。確かに。いや、さ、大崎また大崎と花江、花江がまたおるで、大崎と花江って。花江ちゃうん、次のもうこんなん昔の時代やったら。没落士族。没落士族なわかんないけど、花江二等辺ぴったりの。あ、それのフラグやったら。没落士族だけでもう花江、いけそうやけどな。これはいいで。何年代なんやろうね。わからへん。それにもよるよね。確かに。なんかめ、没落、何、没落士族があんま、よう分かってないけど。武士、なんか武士とか、そう。何時代？小泉八雲は1800年から1900年とかな。明治ですね。ええー、なるほど。そうなんや。うん、安藤さくらさん、じゃあ安藤さくらさんは、いや、でも2回目泣いて。誰やろなあ。まあ、ちょっと楽しみですね。この放送中には分かってるってことですか、ね。なるほど。なるほどね。楽しみにしておきましょう。すごいね。おむすびとともに楽しみにしたいと思います。はい、ということで、2本お届けしました。以上、ニュースどうなってんねんそれはでした。ABC ラジオがお送りしています、ミルクボーイの火曜日やないか。さすが米田さん、ビシッと決まったわ。朝ドラおむすびの歩みが地元に帰ってきましたが、その時に買ってきたお土産は何だったでしょう。ひよこ。違います。あ、東京バナナ。違います。東京タワーセンブル。やばいな。いらんことすなよ。やばいダイジェストになると。何を編集しとんねん。いらんことすな。ちょっと待って。いやいや、そのサカのね、マカロンレズの回の。クイズ答えれず。いや、ボケですやん。ボケですやん。その答えてどないすんねん、それ。だからこう、出演時間削られててんじゃん。こいつ知らんな、あんまっていう。ライブ聞いてるやん、このラジオ。どん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 。いらんことはせんといてよ、ほんま。よかったな、まったく。いやー、めちゃめちゃテンポ良かったですね。ひよこ。東京バナナ。ぶちが。サワディもやからな。笑ってるかもしれんけど。よかった、ね、私のはなかったことになりました。ありがとうございます。出てくることないパスでな。いや、もう出てきてから見て、それまで台本で見てましたんで、やっぱ私。あ、でも今日もまあクイズもしかしたら。ああ、もうどんと来いですよ、そんなの。まあね、当ててもどんと来いで当ててほしいよね。はい。ではリスナーがいいんですね。はい、いっぱいありますね。あんの？はい、じゃあ大阪府の有山る笠さんですね。ありがとうございます。私がいらんことせんでええねんと思うことは、うん、お菓子の季節限定パッケージです。おー、ハロウィンの時期になると中身は一緒なのに、うん、パッケージだけハロウィン仕様になり、うん、お化けやジャックオーランタンが描かれるだけになると、うん、あれ、いつものやつとちゃう味かな
何や一緒かってなっちゃうので、いらんことしてるなと思ってしまいます。なるほどね。でも分からんでもないかもしれないですね。あれないやんと思ったらあるやん、これ買えっていうね。確かにいらん情報を増やさんでほしい。ちょっとなんかな、こう視覚から入る味覚も変わりそうやしな、うん、あ、そうですね、確かに。ちょっと秋っぽい味なのかなと思ったら、うん、はな、一緒かえってなるほどね。そう、もう人じゃなくてこれ物系もやっぱあるよね、いらんことつまで言うたらね。これもでもそうやね、ものか。兵庫県津高田さんですね、男性の方。ありがとうございます。いらんことすな、私にとっていらんことはお菓子の包装ですと。衛生面や保存性のためだと思いますが、小さなチョコレートやおかきを一つずつ開けるのも面倒ですしコストもかかってると思います。大きな袋を一度開ければ責任持って一気に食べますので、はい、なんとか見直してほしいもの皆さんどう思われますか。私はやがてポテトチップスなどもかけらごとに かけらごとに包まれるのではないかと不安な毎日この一番面倒くさいでしょ、あんな一個ずつ開けて酵素ええけどな。まあ分けれるしな。まあまあ場合によるか。一人で家で食べるんやったら別に。だあれでしょ、その数を、ゴミの数見てこんな食べたんやと思いたくないっていう。罪悪感ね。お願いエンディ、見るかよ未来のアイデア帳。このコーナーは未来にこんなアイテムあったらいいな、こんなサービスできたらいいな、そんな新しいアイデアをリスナーさんから募集。我々3人がそれええな、いらんのちゃうと話し合うコーナーです。毎月1つテーマを決めまして、その日一番良かったと選ばれたアイデアは私サワディが責任を持って持ち帰り、 ABC のエンジニアである夫のエンディに提案をいたします。宇都宮博士、今月のテーマは何でしょうか。はい、さすがエンディ、ビシッと決まったわ。10月のテーマは乗り物です。移動するとき乗り物であったらいいなと思う未来の商品やサービスを募集しております。みんなビシッと決まったもん待ってるで。ちょっと待って、どういうコーナー、アレンジがどんどん加わって、しかも結局先週のセリフが一番お気に入りみたいな、うん、そうやね、初登場のやっぱ、初登場、そうそうそう、思い出があるかやっぱな。そうやね、デビュー作やからね、やっぱりね。確かに今日のはなんかアレンジしにくいもんね、別に今日のセリフは、うんうん、深刻なね、そうそうそう、シーンでもありますもんね。そう、ちょっと演技も間違えたしね正解がわからんから間違えてたし、うん、ということで先週の BOI がですね、京都府のサブレさんですねの、はい、エレベーターに不満があるという、メールでして、エレベーターがエスカレーターにのように常に動いていて好きなタイミングで乗れるようにならないかなと思いましたっていう。なかなかね、想像したらちょっと怖い乗り物ですけど。めっちゃ挟まりそうやな。そうですね。スリリングですけどね。上下移動のみで幅を取らないですし、登る専用と降りる専用2台組。まあ登るのはずっと登っている。で、下るのはずっと下ってるのがもう2機あって、好きな時に飛び乗るっていう。荷物とかがなのができるようになればいいのと、あとマリオの土管のようになっていて、この土管に吸い込まれれば、そう。この階に行けるみたいな形でも。それは夢やで、ほんまに。というのがね、サブレさんのお願いでございましたけど。はい、夢あります。エンディに聞いてきました。はい、実現可能性はいつかはできる。です。ミルクボーイのお二人、リスナーの皆様、いつもお世話になっております。ありがとうございます。マリオの土管、夢がありますよね。さすがに土管を通ってどこへでも瞬間移動というのは難しいですが、うん、今回の話のように建物の中での移動というところで言うと、そこまで非現実的な話ではないです。というのも、結局土管とエレベーターの一番大きな違いは、ロープで吊るしているかどうかだと思うのですが、なるほど。ロープレスエレベーターというロープを使わないエレベーターが研究されていて、ロープではなく磁気浮上技術、うん、すごい、つまりリニアモーターを使って上下左右に移動するようなエレベーターがすでに試験的には存在します、これであればロープで吊るしていないので同じレーンに複数のカゴを走らせられます。横にも動けるので上下のカゴを一時的に避けたりすることも可能です。効率がいいので待ち時間のイライラも解消されるでしょう。まだまだ安全面など課題はありそうですが、全く不可能ではなさそうです。ちなみに個人的にもっと賢く動くようにできるやろと
イライラする時がエレベーターに関してはあります。今週も楽しみにしています。ということです。エンジンの人間らしいとかが出たな、最後に。よく怒ってます、なんか、マンションのエレベーターに対して。その、遅い、どうのこうのとかそういうことですか？そう、なんか2台が、何同じ動きしてる。そう、同じ動きしてる時に。意味はないね。俺にやらせろみたいな。俺にシステムをやらせろみたいな。触らせろ。基盤を持ってこいみたいな、なんか。エンディできるかな。エンディできるで、ほんま。できるんですかね。なるほどな。そうか、リニアモーターか。磁力。磁気で。磁気。そっか。でもなんか、どうなんですかね。乗ってたら、クレジットカードとかおかしくなって、じわにやられたりしないのか。そういう、まあ、安全面とか、いろいろ課題はあるし。スマホとかおかしなりそう。なんか SF 飲んでない？なんかそういうものがさ、そういうなんかこう。上下左右なんか立体的にこう動いてるのとか。あれは確かにできそうやな。だ土管までいかんけど、そこに専用のに乗ったら、シュイーンってこう、何番の何とか押したら、まあそれがエレベーターなんやけど。ちょっと曲がってる番号ですね、シュイーンってその一直線で誰も別乗ってこずに、みたいな、まあその空間なんやねん。曲がってどこ行きたいねんって。曲がってどこ行きたいねん。そこ開いたからな。まっすぐ行きたいねん。まっすぐ行きたいねん。そういう風に作らなあかんよね、もう建物をね。そうやね。まあちょっと、そうですね、今夢あるけど、土管となるとちょっと、ね、リニアモーターカーってこう地面に対して一応浮いてるからまだなんか理解できるけど、はい、横とかからも浮いてたらちょっと理解しがたいね。その上下左右から磁石で完全浮いてるとなると、うん、なんか怖いね。ロープが欲しい。リニアモーターカーって最悪落ちても下に落ちるっていう、その線路にストンって落ちるっていうイメージができるけど、確かに磁力で、360度磁力やって横に飛んだらどうしようっていうのとか。もしその磁力、磁場がなくなったらそのままストーンとね。ストーンっていくでっていうのとかな。反発しあってみたいな。やっぱ吊るしましょう。吊るそう、紐はいるわ。うん。もう点検もありがたいし、あれな。そう、見えてる方がよかったと思うけど。スケスケなって見えてる方へ、紐は。あ、スケスケでね。うん。紐ありがたい。ちゃんと紐あるっていう。あとドア挟む用のシールもカニであってほしいね、やっぱね。カニがね、電車のとってみたいな、あの、ハサミにこう。いてってなってる、あのカニであってほしいわ、やっぱな。そして、今日のお願いでございますが、はい、奈良県の北の酒場通りさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私は、おっさんですが、ブランコが大好きですと。おっさんのに？かわいい。最近の公演では対象年齢がバッチリ記載されていますので、ブランコには乗っておりません。ブランコに乗った時と似たような感覚は遊園地の乗り物で味わうことができると思いますが、うん、私には少々きついです、うん、私と同様一回転までせんでええのにと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでエンディにお願いです、楽しい面白いという感情から怖い止めてほしいという感情に切り替わった瞬間にこの怖い感情をええ感じに変えてくれるものは作ってほしい。感情の方すごいね。例えば脳波を感知するヘルメットのようなものを用意し、そこには怖いという脳波を、検知したら別のなんとか波を発信するような装置を備え付けてるなんていかがでしょう。ジェットコースターの入り口に置いといてご自由にお使いくださいと掲げておけば使う人もいると思います。全国のジェットコースターなどが乗れない人のためにご検討よろしくお願いします。なるほど。何の話か最後わからなかった。ブランコからどうしよう。ブランコからのジェットコースターの話、何の話だったんやろ。ブランコが乗れないから遊園地で代用したいけど、そうなると激しめのジェットコースターしかないと。怖いまで行ってしまう。だから怖ないやつを作ってくれじゃなくて、怖い時の脳波を変える、怖いなる前になんか何とか法出してくれるやつをとか、うん、で怖い感情を出してないね。そのヘルメットから何とか法が出 てる何とか法を発信するような装置。一瞬怖なるけど、あ、楽しいっていう。そうそう、怖いって感情を変換する。絶叫マシーン好きな人ってそういうわけでしょ。そのなんか出てるわけでしょ。確かに。その恐怖が、そうやな。それが自分の脳内でも変換というか、されてるってことですね。それ求めていってるわけやもんね。それを出せば、その歯を同じ歯にすれば。その歯って何なんですか。そのいやいや、だから歯を、そのヘルメットの内部から脳に刺激して、大人向けのブランコ作ったらええやんって話やんけどね、これ。え、これあかんの？ブランコ乗ったら。あかんあかん。あかんというか、いや、そんなバカな。あれやで、公園によるけどな。乗れるとこは全然乗れる。何歳以上じゃない？何歳まで？ 6 歳未満とか。書いてあるとか書いてある。そうなんですね。書いてある。でも、まあ、普通に街にある公園
ほんまに街にある公園とかでは俺あんま見たことないけど、ね、どこに書いてんのそのポール、ポール、ポールにこう、シール貼ってあって。見たことないな。私も近くの公園は多分貼ってない、うん。多分普通のとこは結構乗れるな。行けるとこは、うん、それ何のためにそのなんか独占壊れるとかじゃん。壊れるとか。なるほどね。壊れるのもあるか。そう、重さで痛みやすい。あー、確かに。それはあかんな。あとなんか上の子がやるとなんかこう、なんかさ、遊びでぐるぐる巻きにしたりなんかちょっと激しくなるやん、ちょっと年上の子が遊び出すと。だからおっさんが乗ったらあかんというより、そのやんちゃな高校生とか、中学生とか高校生とかがなんかやらんようにと思うけどな。確かに鎖のとこね、こう回してぐるぐるぐるってしてめっちゃ短いブランコにされてるみたいな、ありますよね。どうしたいねこれっていう、何が楽しいねんっていうやつたまにあるから、そういうやつらのせいでおっさんが乗れへんっていう、ね、うわ、そうやね、それはそうかもね。だから大人向けブランコあれおもろいけどな、なんかタイヤ、まあ、パンダ乗るみたいな感じのタイヤのブランコみたいな、あれおもろい。タイヤブランコ、タイヤのやつおもろいね。何、どんな、あのもう普通にタイヤ、タイヤを横に置かれて、横に置かれて、おお、えスポットはまるやん、ケツがはまるの、ケツはめて浮き輪にケツはめるみたいな感じにしてやってもいいし、別にでかいタイヤやからみんなで向かい合わせに乗って足を中に入れて、え、怖、え、ブランコそれ、はい、ブランコとか一点で吊られてこうぐるんぐるん、ま、どっちかというとぐるぐる回る感じかな、動き的には。遠心力にこう振られる。そう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 、あれおもろい。幼稚園にあったんですよ、タイヤ。タイヤブランコ。もう、大人気、一番人気です、幼稚園の遊具の中で。あれおもろいね。休み時間になったら、もうみんなで、こぞってタイヤブランコの取り合いしてました。中にね、死ぬほど水溜まってね、タイヤの中に、ね。の死ぬほど水溜まってるからね、気をつけないと。あ、確かに。傘寄ったら、バサーって水出てくるからね。土管とかあった、その、土管、横になった土管とかあった、ありましたね。学校に。横とか、あ、土管が横になってて、ドラえもんみたいな、うん、ドラえもんの空き地。そう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 。中に入れたりとか、上登ったりとか。それリアルで見たことないな。結構あってんな。あれもいいですよね、なんか。ワクワクしませんでした、ね、登られへんかってんな。でも俺一段だけ土管一個一個横立ってる。あ、でもでかい、でかめの土管がもう横にあって、まあ、上でみんな座ってたりとかする人もおるし、漫画の公園、はい、中に入る人もおるしみたいなんで、夢があった。運転とかもできへんかった。私も運転できなかったです、ね、え、何段飛ばしみたいな、いや、ね、あんなもう線でいい、そんな飛ばしみたいなやつ運転の上走ってるやつもなかった。おった、いや、もう危ない、あれ怖かったな、危なかったね、うん、あれ怖かった。でも何段飛ばしはしたかったやろ、3段ぐらいさ、ブヨーンって、まあ、まあできるもんだろみたいに、うん、逆上がりができんかったからね。同じくですうん、そうやな、まあ、大人ブランコ、まあ、かもしくはなんとか派を出すちょっとそれをが欲しい。エンディのもう守備範囲じゃなくなってきた。なんとか派はなんなんや。そして続きまして千葉市キャリアウーマンの同僚さんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私は雨の日に乗る車の、自分の体や車のシートが必ず濡れてしまうのがすごく嫌ですと。うん、車に乗るときはそっと傘を閉じながら運転席に乗るものの、その閉じた傘を助手席側に置くときにどうしても濡れます、うん、そうやね。逆方向に閉じる傘もありますが、へえ、そうなるんや。逆方向に閉じる傘、うん、なんかありますね、うんうんうん、折りたたみ傘みたいな感じかな。それでも運転席ドアを開けているため自分自身や車のシートはどうしても濡れてしまいます、うんうんうん、その悩みを解決するにはもう車本体かドアの上部に出し入れ可能な屋根をつけるしかありません。あ、そんな車の開発は可能でしょうかという。でも確かに車の乗り降りの時 100% 濡れるね。濡れますよね、傘とかな。ほんまやね、上からこう日差し羽みたいな、うん、ちょっと長い天井出てきたらありがたいですけどね。タクシー乗る時とかもね。そうやな。え、運転席乗る人はどなしてるの？傘、傘？いや絶対濡れ、傘さしてて。で、傘どこ置くん？だ、助手席側にこうブイーンって移動するけど乗って、その時絶対このなんか本体のところに当たるよね。そうですよね。このギアみたいなところとかに絶対ポタポタポタって落ちるし、でも運転席側のさ、こうドア付近に傘差し込むも怖いし、その中にいろいろ足元操作するのに傘がなんかで噛んだら嫌やから、うん、絶対助手席側に移動するときにボタボタボタって濡れるなぁと思う。運転席の人にちょっと優しくないね。羽でも確かになぁ、あったらええのにね、ピッて押してちょっと久しぶりに。でも、え、身長的に頭打つんじゃない？高さ的に。くぐる。かがむんどくってこと？そうですね。ステップが出るやつは大きい車だからさ、ね、足場が出るんやから上も出れそうやけどな、ドア開けると同時に。でもこう、こう伸びるくない？体が席から出たらさ、
頭打つでもあれで、その時は収納されるで、出し入れは可能として。ああ、もちろんもちろん。でもその出てる時にさ、ちょっとかがんど、かがみながら閉めたら、ドアを閉める時にも出てるってこと。結構出なあかんね、そうなったら一人分、縦一人分、まあ50センチぐらい。確かに幅は結構取りますね、うん、そんなそんな、なんか鼻上に上げて、そのちょちょちょ、豚鼻でその考える、考える、え、サーディ考えるときそんな変な癖あるんですか？鼻を、人差し指で鼻をブー、ブーってやるでしょ？え、ブーはしてないですよ。え、ブー、いや、ブーやってました、今。鼻、ブーやってた。鼻ブーして、え？いや、考えるときでもなんか触ったりして。あ、まあまあまあ、ブーはわかるけど、はい、鼻、鼻ブーってこう、俺の方向いて。ブー、挑発したじゃん。え？挑発したじゃん。こんな挑発の仕方しないです。すいません、気をね紛らわしてしまった乱してしまいました。おー、なるほどな。あってもええけどね。確かにな、雨ね。うん、まあ確かに、うん、まあ、その悩んでる人は多そうですね、これはね。嫌なの、やっぱ濡れたら自分の車中。でもその屋根はほんまにあって、だから そういうなんか発想というかのええなと思った最近ので言うと、車じゃないけど風呂場のあのドア、風呂場のドアの下に溝が大体あるじゃないですか、はい、なんか空気とか逃すような溝、うんうんうん、あれが上にある家、最近の家のなんか特徴みたいなんであって、下にあったら絶対あそこ下に埃みたいなめちゃくちゃたまり、あのしかも3段ぐらいになってる、ね、そう3段ぐらいになってるとこ、あの水と赤と、あれが上やったらその赤がたまりにくいみたいな。うーん、別に役割は一緒やから、下にあっても上にあっても別に一緒やから、上の方がいいっていうのが最近の家らしいね。これなんで思いつかんかったんやろっていう、なんでずっとみんな下にしてたんやっていうのを思ったな、この発想。上には段ない、上に段ないくない、ドアの、風呂場のドアってさ。3段みたいなやつ、3段、3本線みたいなやつ。結構段になってるってこと。そう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 、うん、ほうほうほう。あれな、なんだろうな、空気、まあ空気抜かすのか、あそこめっちゃ汚れるやん。汚れます。上にあると汚れにくいんやって。で、別に下に穴なあかん意味もそんなないっていうの、なんか最近、あ、これ、できそうやったのになみたいな、自分でもできそうやったのになみたいなったら、これええやんっていう、なんで思いつかんかったんやろうし、ね、ちょうどええやつやなっていう。その車の分からん、屋根もそんな感じか分からんけど、うんうんうん、なんかそれ思ったね。そうやね。2個終わってしまう。2個、はい、今日はちょっとミニマムになってしまいましたが、2通ですが、宇都宮博士、はい、本日一番良かったアイディア、ベストオブアイディア BOI を一つ決めてください。はい、では今日はですね、なんちゃら派を出せるかの北の酒場通りさんにさせていただきます。おめでとうございます。北の酒場通りさんには番組グッズ3点セットをお送りし、さらに責任を持ってエンディにアイディアを相談してまいります。これ初めてあるんちゃ、実現できない。ね、今まではいつかはできるわあったけど、おっさんでブランコ好きってちょっと心配けどな、北の坂渡さん。ちょっと心配ではあるな。おっさんですがブランコが大好きですっていうのは、揺られたいの、おっさんの元気かなっていう、揺られたい、うん、そして、リスナーの皆様からの未来のアイデア引き続きお待ちしております、はい、で来月になりますね、来週がもう11月になりますの です、ね、テーマ新しくなります、うん、新たなテーマは文房具、文房具です。文房具についてあったらいいなと思うもの、サービスについて送ってください。メールは mb@abc1008.com、 ファックス、おはがきでもよろしくお願いします。たくさんのお便り、エンディとお待ちしております。今週はこれやがな。このコーナーは綺麗が見える暮らしを楽しむ松原眼科クリニックと、創業100年お立ちの見どころ赤垣屋がお送りします。週替わりでスペシャルな番組オリジナル企画をお送りする今週はこれやがなのコーナーです。宇都宮さん、本日の企画は何でしょうか。はい、本日のこれやがなは、学生芸人出身の期待のルーキー純情男子センス系コント師の登場やがな。ということで、本日のゲストは芸歴5年目、吉本漫才劇場を中心にご活躍中のこちらの方々です。まずはネタからお聞きください。どうぞ。イエーイ、
イエイ。どうもお兄ちゃんです。お願いします。イエイ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 。ありがとうございます。イエイイエイ。僕がですね、ちょっと生まれて初めて、オーケストラに行きまして。あ、オーケストラ。あ、いいですね。これめちゃくちゃ良かったんですよ。すごかった、本当に。もう、いろんな楽器がとにかく良かったんですけど、もう中でも良かったのが、でっかいバイオリン？この、でっかいバイオリンの、でっかいバイオリン？下から来る、グワってくる重低音みたいなのが、もう、すごくて、コントラバスに。コントラバスのこと？いや、でっかいバイオリン。このでっかいバイオリンの重低音。まあまあ気持ちはわかるけど、それ多分コントラバスっていう楽器やわ。いや、でっかいバイオリン。このでっかいバイオリンの。わかんねん。初めてやもんな、オーケストラ。でっかいバイオリンやなって思うかもしれんけど、ちゃんとコントラバスっていうちゃんとした名前あるから、コントラバスって言った方がいいわ。ごめん。でっかいコントラバスや。なんでお前がその感じなん？バカにしてる？いや、こっちが合ってるから。コントラバスっていう正式名称。はい、ちょっと覚えて。コントラバスで。ごめん。でっかいコントラバスや。コントラバス。ちょ、覚えて。コントラバスって楽器やから、コントラバスなの。でっかいバイオリン。コントラバスや。コントラバス、覚えろ。ちゃんと、こっち正しい。コントラバス。でっかいバイオリン。コントラバス。コントラバスや。でっかいバイオリン。コントラバスや。でっかいバイオリン。コントラバスや。でっかいバイオリン。じゃこいつ。じゃこいつ。でっかいバイオリン。なんででっかいバイオリンで折れへんねん、こいつ。は？じゃあ、あれか？は？間のやつ？バイオリンとコントラバス、間ぐらいのやつあるから、それか？それはチェロ。なんでチェロは言えんねん、お前。それはチェロ。チェロわかるんかい、おい。じゃあチェロちゃう、お前が見たの。チェロよりはでっかい。じゃあコントラバス！でっかいバイオリン！それがコントラバス！でっかいバイオリン！コントラバスや！でっかいバイオリンです！ほな、ええわ、もうでっかいバイオリンで！ずっとそう言い続けろ、じゃあ、これから。もうそのオーケストラっていうのが、この席着いたら15メートルぐらいの人が一気に楽器持ってこう演奏し出すんですよ。だからもう降ってくる音楽みたいな感じで、もうすごいビシャって。ちょっと待って。はい。15メートル？うん。ごめん、お前が見に行ったオーケストラ、それなんてオーケストラ？大巨人フィルハーモニー交響楽団。でっかいバイオリンかも。でっかいバイオ、大巨人フィルハーモニー交響楽団？でっかいバイオリンや、じゃあ。え？言ってたやん。お前初めてでどこ見に行ってんねん、お前。戻れへんぞ、普通のオーケストラにはもう。俺ずっと言ってたから。じゃあ、でっかいバイオリンやん、じゃあ。言ってたって。巨人が弾いてる、でっかいバイオリンでした、すいません。言ってた。でっかいバイオリン、だから巨人が、でっかいバイオリン肩に置いてこう弾いてたってことか。巨人持ちきぐられんから、こう横にしてこうして。オーダーコントラバスや！でっかいバイオリン！オーダーコントラバスや、それ！でっかいバイオリン、これ！でっかいコントラバス！でっかいバイオリン！巨人のコントラバス！コントラバスやないか、結局。帰り寿司食べたんですけど、もう中でもよかったのが、ちっちゃいブリ。ザハマチや！ちっちゃいブリ！もうええわ！どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。お席にどうぞ。お座りください。いやー、すごいね。いい顔してるな。どっちもいい顔してたな。いやー、よかったですよ。見てんねん。ということで、お兄ちゃんのお二人でございます。よろしくお願いします。お願いします。ふがみ、ふがくんと、こんちゃんの、はい。でございましてね。本社出てくるときなんて言ってたん、その始まり。イェーイ！何やねん、それ。イェーイ、イェーイ。なんか明るく出てって言ったら、なんかこうなってました。気づいたら。イェーイ、イェーイ。明るくって言ったら。登場すんねや。はい、もう、なんか、もうそうなりました。明るいもんな。イェーイって言ってたら間違いないよな。はい、明るく出てたら。一回、お兄ちゃんですお願いしますと、全かぶりしたことありました。イェーイの方。イェーイが全部。こっち伝えたいねん、いや、もういいよって。何回イェーイ言ってもいいよって言ってくれて。いやー、すごい面白かったね。ポンちゃん打ってみたら欲しいな。いや、ちょっと髪を切りすぎて。顔剃りもちゃんとしてる。
タイプ、その顔剃りはしてないです。あのたまに結構くっきりしてるからちゃんと。あ、本当ですか。うん、だいぶお薬塗るので、そう顔に。お薬スキンケアを。そうなの。スキンケアというか、スキンケアね。はい、それで、はい、そのちょっと、はい、話すと長いんですけど、お花のそんな長い、でもない、今努力の話すと長い。そうなの、はい、いいと思う、ありがとうございます。いや、普段はコント、あ、そうですね、まあ多いのか、なんですか、純情センス、うん、そう、ちょっといろいろな、これね、あの紹介、純情男子センス系コント師、そうそう、真逆の叫びまくるままでしてしまいました、ね、すいません、やったな、すいません、いや、面白かったな、で巨人のオーケストラってなんやねん。そこはなんでもうええねん、それは。行ったみたいなんで。いいなぁ。はい、そうはつかない。行った、そこだけはつかないと信じてるんで。はい、そこは信用してんの。いや、アホなことばっか言いますけど、嘘だけはつかないんだろうなっていう。言うてんねんもんな、はい、はい。まあそうですね、行きましたね、まっすぐな目してる。いや、行きました、はい。少年のような。そう、なんかなんだろうな、この。目がキラキラされてる。ポンちゃんだって、30歳。そうですね、結構。ふがみ、ふがの方若いんや。そう、年下ですね。2個下です。はい。それも、結構劇場とかでも、はい。こんちゃんっていう芸名で、イエーイみたいな感じなんで、うん、30って言われたら結構聞かれますね。確かに。へーみたいな。やってほしいな、はい。そうですね。もう。ツーンとしてるもんね。なんか全体的に。ゼリー、ゼリーみたいなのが出てきたから。そんなに。そうや、ゼリー。なんか、イエーがゼリーみたいな。いや、イエーゼリーみたいな。そんなに。なんだろうな、なんかこの。ゲーソー感というか。果汁とかもないですし。出てこない。いいよね。はい、ないです。なんか無駄がないね。無駄がないね。仕上がってるよ、コンちゃん。生き物には。仕上が、まあ、そうですね。もうなんか。髪その切りすぎてて、前はコンちゃん長かった、ちょっと長かったってこと？はい、かなり。いやもういやいや、これ気づかないレベルで。何用に、何用に散髪行ったん？あ、そう、ほんと M1 グランプリ、今、絶賛3回戦で。前ね。で、祇園、はい。祇園か月、2日前。そうか、結果発表はもうちょっと遅れてない。あさって。明日とか、明日ぐらいです、ね。今日はって、か、全部終わってからね。初日に、はい。今日全部終わって。ちょっと、はい、ドキドキの状態や、まあ、そうですね。そうですね。で、万葉に髪を切りに行ったんや。はい、切りました。ほな、ちょっと切りすぎて。ちょっと、いかついというか、なんか、全然、全然、ずっと言うんですけど、誰もそんなこと思ってないんですよ。本当ですか、うん、なら、もう解決です。可愛らしい。あるやろな、自分の中で。可愛らしい。わかるけどな、はい、うん。なら解決です。すいません。あれ、もう、存在写真と全く一緒。お前、これと別に変わらない。そうですね。こいつは来たって感じだね。だいぶ一緒ですね。もう、なんか、ポーズも別にこんな、まあ、こんな明るくはないんですけど、ほんと。え、ポンちゃん明るいんじゃないの？ポンちゃん明るいはずなんですけど。ふがみから見ては。いや、僕に比べたらって話かもしれないです。もしかしたら。確かに。僕は暗すぎるんかもしれない。まあ、目が暗いのかもしれないです。わかんないですけど。まあ。コンちゃんを装ってるってこと？やめてよ、そんなん。でっかくのコンちゃんじゃないか。もうショックですか、それ。いや、ショックよ。イエーイで出てきてくれて。確かにそうですね。けど、まあ、全然一人で牛丼食べてくれ。楽しいなって時、もう誰かと食べたかったなとかも。ワイワイなんか、居酒屋とか行ってや。いやー、なんか、すごい。隣のテーブルの人とかでも話しかけて、コンちゃんな。で、会ってほしい。ね、楽しい。いやいや、なんか、そうですね。あ、ふがみからも、お前は人を傷つけるから、そっとしとけって、やっぱり。いやいや、そんな言われたりとかは結構したので。結構、まあ、デリカしないこと言うの。まあ、本性は腹黒というか、こうなんや。結構人の悪口を好むので。いやいや、それ、裏コンちゃんがあるんだ。裏コンちゃんがあるので、裏コンちゃんだけはバレないようにっていう。いや、まあ。じゃあ、あなたもそう、変わらない。いやいや、僕は重てすぎるんですよ、僕は。確かに。僕は、なんか、ね、歪んでそうなやつが歪んでるだけなんで。そのままであってほしい。そのままなんで、僕は。まあ、孫ちゃんは虫とか追いかけて隣町行ってほしいけどな。ああ、いいですね。蝶々とか追いかけて、知らましに。いや、すぐ殺します、こいつ。いやいや、殺さない。すぐ殺します。ちょっと考えたら。いや、蝶々はさすがに可愛いと思います、蝶々。蝶々は全然、さすがに殺さないで、そんな。潰したないだけやろ、蝶々。はい、周りがこんなん言って勝手にそういうキャラになってるだけか。コンちゃんは別にもともとそうじゃない。ほんまはな。なんか楽屋とかでやっぱいじられたりとかはかなりあるので、ですけど、まあ、そんな別にイエーイとかしょっちゅう言わないから。そう、まあな。そうなんや。そうしんどいな。いきなりそのキャラで。いけないしんどいな。そう。いや、エレベーター出て、イエーイとか言ってたら怖い。そのイエーイで来てほしいけどな。結構劇場では嘘つきコンちゃんで通ってた。コンちゃん。はい。いや、まあ確かに嘘つき。何の、どんな嘘つくの？いや、なんかもう。
全部大げさに、ね、盛りすぎこんちゃん。え、じゃあ大巨人は嘘なんじゃない？それだけは信じてたのに僕。いや、だって、ね、ネタやだから。こんちゃん。ネタやとか言わねえじゃん。まあ、お二人はなんか、はい、大学で出会ったんですか？そうですね、うん。ちょっとお笑いサークルに入ってまして。どちらの？同志社大学の喜劇研究会という。そうか。俺はなんか大学生芸人のイベントをね、4ヶ月でやってた時に、聞いたことある、はい、大学、あの、同志社の。あ、まだあるよね、そうさ、はい。もう、僕ら55代なんですけど、もう長いね。多分今62とか。そう、ぐらいいってますね。そうなんや。誰がいてるん、その、あ、カズレーザーさんとか、あ、なるほど、東ブクロさんとか、はい、組んでたんだっけ、あの組んでたみたいですね、その当時、はい、組んでた、それはやっぱ知ってた、その在学中から有名な、あ、もう有名です話で、はい、それこそ僕ら在籍中に、うん、M1 グランプリの決勝に、うん、あの行かれまして、もう翌年の新刊とか、あのメイプル超合金がみんなが声出して、カズレーザーも在籍していたみたいな、なるほどね、すごい叫びました、みんなで。そうか、募集するの。今まで、あの、俳優の生瀬勝久さんしか言える人がいなかったので、はい、ちょっと、どう引き込めばいいか難しかったんです、確かに。すごい人ですけど、お笑いでもね、なんか。ああ、なるほどね。やっと、メジャーなお笑いが出たぞって。ほんまや。そうで、ね。で、二人は先輩後輩ってこと？そのサークルの。いや、まあ、そうか、これも。これ、そうですよね。これも嘘つきの一環かもしれない。嘘つきの一環。ある種、ある種。まあ、ある種、その、はい、僕が大学入るまでに、ちょっと2年間浪人。あ、そうなの、はい。同志社に入りたくて。あ、それ、もうちょっと、あの、嘘だけではないというか、別に嘘ついてるつもりはないけど、ま、関西学院大学から同志社のサークルに来てたので、はい、インカレで、もう、あの、違うサークルに入れるんですよ。はいはいはい、同志社じゃないんです。関学生が同志社のサークルに通ってたっていう。はい、そんなことできるの？一応なんか受け入れてて、ね、はい、結構どの大学でも入れるっていう、はい、でそれを全部隠して2年浪人も感覚なのも全部隠してさも同志社生かのようにいやいやちょっと、はい、本当あなたラジオだからちょっと調子乗っていや僕隠してないその、まあまあまあ、同期でもここにも書いてないんでね確かにな確かに書いてないね、はい、いやいやまあこの感じだと同志社の感じだもんねそうですよね、うん、いやいやじゃあもうあ今日言いますマネージャーさんにその感覚ちゃんと書いてくれよって、はい、そうですねそれでわざわざ同志社のサークルに入りたかったのそうですよその、どう、コンビ組んでて、感覚同士で。うん、で、そうい、その人が、その感覚のお笑いサークルは、一回行ったけど、うん、ちょっと違った。みたいな、ああ、なるほどね。はい、感じで。うん、じゃあ、ちょっと別の、その学生のサークル探そうかってなった時に、喜劇研究会が出てきて、うん、で、通い出したみたいな感じ。そキャンパス同士は遠かったですね。近いの。いや、遠いですね。京都と大阪なので。そうです。だから、阪急で1時間20分ぐらいかけて。サークルだけ行ってたんや。そう毎日行ってたわけじゃないってことまあ、毎週ぐらいです。毎週行ってけど、その相方が、最初の相方が、うん、もう、その喜劇を辞めるって言って、結構すぐ辞めちゃって。二、はい、人で行ったんや、はい、来たんですけど。そうです。で、その、なんでって聞いたら、うん、そのなんかなんで京都行ってるのかもわからない。最初に思うけどな、そうですよね。なってきたので、最初に思うけど言ってて、うん、あ、そっか、じゃあ仕方ない。けど、一応僕はまだ続けるわ、みたいな感じで。一人で、うん、はい。で、本当にちょっとピンでやってて、その、同志社で活動するの同志社の中で、そう。学祭とかで、はい。舞台はそういうところで。毎月なんか、借りて、場所借りて、ライブするみたいなのをやってました。そうです、まさに。で、その時、ふがみは、あの、先輩とコンビ組んでて。そうです。はい。で、その先輩が引退したタイミングで、僕が誘って、みたいな感じです。そうですね、はい。ピン同士だったので、はいはい、そっから結成っていう。へぇー。な、その時に、だから、同学年やねんっていう話になって。あ、そうですね。その時に言うはずじゃないの、その。同志社じゃないよっていうのは。いや、まあ、まず、僕はもちろん知ってたんですけど、さすがに。いや、なんか、うん、そう、調べられちゃってて、その、喜劇研究会で。そうですね。結構エゴサするんですよ、みんな。学生芸人とかも多分もうエゴサするんですよ。そうなんですよ。X で、はい。で、
そしたら、なんか、近藤っていうアカウントが、待ってろよ喜劇研究会ってつぶやいてて、ちょっとすぐ見つかったんですよ。ちょっと痛くて。で、なんかそいつ、なんか来るぞと思って遡ってたら、なんか、その当時のコンビで、なんか免許合宿場で漫才披露してて。はい、すごいやん。その、はい。その動画を全部載せてて。すごいな。で、全員もネタも見たんですよ。ほう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 。で、一回見て。その、初めて、サークルに来た時に、はいはいはい、そのコンビでどうもーって言ってネタ披露したんですけど、全員見てるから一切笑わない、はい。ありねえだよ。厳しい目で見たろみたいな。僕は僕でその島根の合宿免許場で、もう大爆笑を撮ってたので、すごい勇気やなそれ。だからなん、これがなんか洗礼浴びたみたいな。おっしゃる感じで。はい。でしたね、けど。そう、なんだ、仲良くなったから披露したの？それとも別に。あ、いや、まあ、ネタ見せの、あの、毎週活動なので、そこにいきなり来てって感じ、はい、その合宿所では。あ、合宿所、なんか お祭りみたいなのがあって。お祭り合宿所で。合宿所で。出し物みたいな。はい、なんかお祭り、その、なんか、ギター弾く人、弾く人、うん、ギター弾く人いたり、なんか、そう、歌う人がいたり。いい合宿やな。なるほどね。本当に。で店とかもしててお祭りお祭りそんな歓迎してくれんのいや毎週土曜日になんか やるみたいな感じの楽しそうところでした、なんかそこで組んで、はい、そっから吉本、はい、NSC 行ったんか NSC コンビ入学ではい、はい、あーなるほど、そこの時は別にいいなと思った、別にお互いまあまあいいピン同士やし、あ、そうですね、大学の時は、はい、はい、もう同期扱いやし、はい、いうのでもうちょうどいいなって、はい、まあちゃんもえ、もちろん、もちろん。なんか、なんか、あの、嘘の匂いがするな。感覚はほんまか？感覚はほんまです。感覚はほんまです。はい。からもう。言ってたな。言ってました。はい。けど、全然ほんまに、その、いろいろ、なんつうの、この、プロになるんです。なんつうのプロになる。なんか嘘ついてます。これは、何か嘘、何がおかしい。喋るの、テンポがおかしい。プロになるに、おいてそのいろいろこうしていこうなみたいな話をやった上で NSC に、なるほどね、あのそれで入ってかけるメンバーで今やってるってことですね、はい、そうです、へえ、でなんか総選挙みたいなのがあったの、かけるの、はい、人気投票、ね、ありました、はい、ありました、かける総選挙っていう、96人で順位が出るんや、もう渋谷にはっきり全員の順位が、はい、結構な、何位とかやったの、僕が86位中、ちゃう、96位中82位。82位、こんちゃんが。82位でしたから。えで、フガが14位。なんかなぜか。そんなわけないんですよ。いや、ないんですよ。本当にないんですよ。信じてください、本当に。いや、本当にないんですよ。知的で。いやいや、だからその謎のブームになんか便乗できただけかもしれないです。あ、いいさ、みんなメガネで知的な。どうお前とかな。うん。いやいやいや、もう。そこちゃうやっぱ。いや、だからそう思われてる、やっぱ。純情男子センス系やと思われてる。やっぱ。違うんですよ。僕、全然そんなタイプじゃないんで。自覚ない14位の。持てへんの？いや、もう、全然チケットとかも全然売れない。ええー、確かに。だから。誰かが入れてくれてるってことでしょ、でも投票で。いや、多分、すごい不正投票だね。匂いを感じますね。全員にいじられてるのかな。はい。なんとか、どっちも低いよりは、どっちかネットの民のおもちゃになった可能性が高いです。あ、逆にこいつ1位にしてやろうぜ、みたいな。14位って。すごいよね。相当上やで。変な。マジ、おかしいよな。いや、まあ、おかしい。なんか。なんか、割に合ってない。割には合ってない。まあ、僕が82位なんで、まず。だいぶ下位ですよ。確かに。コンビで一番離れてるかもしれないです、僕ら。本当に気持ち悪いバケモンみたいな感じを持ってる状態ではあります。その若い。この感じが余計にそうかもな。この感じで82を引きました。いや、こっからじゃない。こっから人気出てくると思うで、こんちゃんの良さが分かって。そうですかね。いつまで経っても落ち着かない。僕、まあ、そうやな。はい。そうですね。やっぱそもそもやけど、お兄ちゃんって何なんていうのもあるよね。お兄ちゃんって気になるよね。確かに。あんま聞かんコンビ名。私、意外と。カタカナお兄ちゃん。なんでこれなったの？まあ僕が決めたんですけど、まあそのお兄ちゃんって呼ばれるためっていう。それ嫌やて、なんか。それ嫌やて。あかんな。それちょっとなんか。14位じゃないな。思ってた中で一番良くないやつでした。
あれ？いや、その、そういう。14位じゃないでしょ、だから。若い、若いファンの方からとかも、お兄ちゃんって。お兄ちゃんってこう言われたり。まあまあまあ、別に勝手に女性としただけで。ああ、なんか今、おじさんから言われても。かもしれないですよ。お兄ちゃん、まだ勝手に今、女性としましたね。いや、だいぶアニメ好きなんで。お兄ちゃん。まあまあ、それとかもありますね。お兄ちゃんっていう。お兄ちゃんっていう。はい、なるほどな。ちゃんと深みやった。そうか、もうちょっとね、あれです。なんか、小道具なんか持ってきてんの？あ、はい。なんか持ってきてる。今年だけちょっと最後見せてよ。確かに今年だけ。すごい小道具ができたみたいな。はい。ふがみが作ったんですよ。僕が作ったんですけど、見せたい見せたいってコンセプトみたいな。どんなに何に？タイトルというか。はい。マヨビーム。マヨビーム？はい。小道具のタイトル、マヨビーム。で、これで、ふがみが、はいはい。まあ、マヨネーズの入れてるボトルみたいなね、やって、で、毛糸がついてる。あ、そう。はい。ちょっと、いいね。ちょっと動画撮ってくれはるから、ちょっと見よう。ああ、いいね。いいですね。いいぐらいやな。あ、ほんまやほんまや。あ、すごい。めっちゃうまい。マヨがめっちゃ出てる感じする。もう、はい。マヨ、あ、かかってるみたいな。絶妙やね。いや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 。あれけど、これ大丈夫？オンエア大丈夫？動画今撮ってるんで。動画で見ていただきたい。確かに、これはいい、面白小道具ですね。かかっちゃうみたいな。僕が作ったんですけど、むっちゃこっぱずかしいです。僕が。確かにな。そんな思いでもらえると思った。確かに。すごい嬉しいですけど。自信満々。ポンちゃんが自信満々。焼きそばのコマーシャルであった感じだね。そうですね。見えるな。いい。店とかでもたまにこう、パフォーマンスで。みたいなのが。あ、これいいやん。しかもちゃんと中にこのマヨの系統入れてるってのがいいね。意外と遠目だと、マヨネーズに見えるという。見えます。ほんまやほんまや。見えますかね。ありがとうございます。これけど、あ、そうやね。これポンちゃんどんぐらい関わってんのこの小道具。これ僕ゼロパーです。本当にゼロパーで。紹介すんの本当に見せたいだけみたいな。いいな。なるほど。こういうのはコント中もこういうのも使ってるそうですね。結構小道具多い。あ、そうなんや。だから今日コントやろうかなってなった時に、やべ、できるやつないぞって。確かにな、音だけやな、映像ありかな。あ、でも面白そう、これは。いや、ちょっとぜひ。ちょっとお知らせがあるということで、お願いいたします。はい。10月31日に、はい。バクレスソルジャー舞台という、コント師、全組コント師によるコントライブが、はい。ありまして、はい。で、コーナーも、毎月やってるんですけど、毎月担当が変わって、持ち込みのコーナーをやるという。はい。なるほど。なるほど。もう、今、ファイナリストのカカオさんとか。あ、カカオ。はい。そうなんです。いらっしゃるという。あんな来てくれた、いっぱいいるよ。徳一も来てくれたし、シスターも。シスター、そうですね。シャカも来てくれたし。はいはいはい。あと、鹿の神父か。ああ、はい。そうです。すごい。ほんまに。キングオブコントの決勝を目指そうみたいな、はい、ライブでもうそう言ってた矢先に加工さんがそうですね行ったみたいな続けみたいな結構燃えてるお前なかなり燃えてるなんかこれが多分決勝後初のソルジャー舞台なの で結構最新のカカオさんも見れるという。なるほど。ここで僕らのコントも見れるので、ここなら。はい。楽しみ。マヨビームが炸裂するのかもしれないですし。はい。いや、いいですね。10月31日。31日にあります。森の宮吉本漫才劇場で、6時25分からありますので、ぜひ、お願いします。お願いします。お願いします。ぜひチェックしてみてください。ということで、本日のゲストは、お兄ちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。これこれ。イェイ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 終わるのだ。ミルクボーイの火曜日やないか。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスは mb@abc1008.com です。ここで ABC ラジオ祭り2024のお知らせです、はい、今年は11月9日土曜日10日日曜日の2日間万博記念公園お祭り広場上野広場下野広場で開催いたします。今年のラジオ祭りは ABC ラジオ祭り2024ラジオの力だリスナー大感謝祭と、題しまして2日間開催という形でパワーアップしてお届けをいたします。今年ももちろん出演するパーソナリティの皆さんとっても豪華です。で、私たちミルカヨチームなんですが、はい、2日目の11月10日日曜日12時50分から行われるイベントに
登場いたします。登場しますよこれはねもうあの先週まで番組 P 上野園さんが募集をしていました、はい、お宝の、ねね、イベントを行います。出てくれてましたけども、うん、はいはい、どうなるかね楽しみやね。だからもう本当にリスナーさんのお宝を我々がいくらぐらいかなっていうのを、まあ、考える。あ、なるほどなるほど。でその考えるにあたって、うん、我々ミルカヨチームそしてホワットチームホワットええ感じチームで、はいはい、この2チームで買取価格を当てようという対決形式でやっていくということです、うんうん、僕らの見る目も試されるという。試されますね。なるほどね。で2チームを仕切るのはなんと柴田博士アナウンサーピロシさんが賑やかになりそうやな。来てくれますね。なるほど。ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。結構じゃあ来てくれたってことですかね、そのリスナーさんが、うんうん、そうね、お宝を届いてたらしいですよ。わー、ありがたいですね、うん、楽しみ。どんなラインナップがあるのか楽しみやな意外とね、まあ、安いとかもあるからへこまんように皆さんねそれはもう去年ありましたからお宝やと思ったら身をもってそうそれはもう楽しんでもらってそれ含めてね、それ含めて楽しいですか、バイバイしたいと思います、はい、でこのラジオ祭りへの入場なんですが、はい、ラジオ祭り自体への入場は無料なんですが、うん、万博記念公園の入園料大人260円、小中学生80円が別途必要となりますのでそちらはご了承ください、はい、9日10日11月ですね、ぜひ ABC ラジオ祭りお越しください、はい、でさらにですね ABC ラジオカレンダー2025も今回販売いたします。おー、ラジオ祭りで販売、ラジオ祭りでそれ先行販売いたします今年のテーマは番組の秘密大公開カレンダーということで、ちょっと手元にねこの仮のなんていうんですか、これなんていうんやろ、ゲラみたい、ね、なんていうんやろ、うん、出来上がり前のものが届いてますけれども、各番組いいですね、こだわってて。撮り下ろしのね写真我々も撮りました。うん、ちょっといいですね。いろいろ衣装も着替えて撮りましたけれどもね。そうね。どこまで言うてるかあれだけど楽しみがあるか。そうですね。あ、言ったかな。言ってないか。言ってないか。言ってないか。ああ、なるほど。まあ、どんな風な撮り下ろし写真がそれぞれの番組であるのか、ね、でプラスちょっとその裏側。各番組のちょっとここでしか見ることができないお写真、うん、情報入っております。情報が多いカレンダーですね。情報量多いです。だいぶ情報多いわ。見応えある。でしかも番組ごとに全然違います。もう全然違います。これが面白いなと思います、ね。ああ、ほんまや。見応えありますよこのカレンダーは。すごいね。全すごいね。毎月 おじさんがはしゃいでるね。ほんまね。それもねラジオカレンダーならではかもしれません。うん、サイズは例年と同じです。見開き B3 番サイズ、お値段は税込み1320円です。11月11日月曜日から近畿岡山福岡の丸善純駆動書店、紀ノ国屋書店梅田本店、オンライン通販サイト ABC 3日で販売スタートするんですが、 ABC ラジオ祭りで先行販売いたします、はい、さらに税込み1200円です。 M1 王者 VS ミス東大クイズグランプリ。M1 グランプリ2019王者であるミルクボーイさんと、東大出身でミス東大にも選ばれた私澤田彩香の王者2組が雌雄を決するため、あらゆるジャンルのクイズで対決をするコーナーです。本日ミルクボーイさんチームの代表は駒場さんです。お願いします。ということで司会は宇都美さん、はい、お願いします。お願いいたします。司会でよかったです本当にね確かにうん、そうやそうや思って、今日も答えなあかん思った、今日は司会でしたわ。また新たなジングルが生まれてしまうところでしたお前で言ってくれ、頑張ってください。はい、本日のジャンルです。まずトレンド、そしてお笑い、うん、万博、万博ね、イントロ、グルメ、私は誰、リスナーの 1,2,3 となっております。万博ってなんか、ね、もうそうですね、追っかけてるからね、ミルクアイデア万博、うん、はい、ではわかりました。最初はグー、じゃんけんパー、ポーシャ、うん、コアンさん勝ちました。ちょっと久しぶりだったな。何からいきますか。お笑い、お笑い一発取りたい。わかりました。流れが、ね、ではまず取りたいね。まずはお笑いの問題です。先日明かされた俳優の斎藤工。おー、コアンさん
うわー早かった。うん、あ、なんか知ってそうやね。このニュースは知ってそうでしたね。知ってる知ってる。だって苦しんでますもんね。うん、そう、うわー、でも、もうなんか問題も分かってそうなんですけども、ね、答えが、出てきてない。斎藤匠さん。なんか、うん。なんとか人。人工。うん。え、何々人工。人工くん。人工くん。違います違うね。じゃあさらに問題聞きますか。はい、お願いします。俳優の斎藤匠さんが数年前に R1 グランプリに覆面芸人で出演していたことが話題となってますが、なんという芸名だったでしょう。人工くん。これが問題です。NEC も入ってたみたいな私だっけ。そう。NEC 入ったら誰かと同期ね。なんか企画やんね。レオロマンと同期。なんか企画やんね。あ、企画な。企画。あ、そらそうですよ。だってもう令和ロマンと同じやったらもう普通に売れてますよね、斎藤さんとしては。そうですね、俳優さんとして覆面で普通に入ってたと思ってた。人工くん何ですか人工くんって何なんですかそれ。でもハイエナしがたいでしょ。そのトークはないのよ。そうやね、うん、そういう感じやね。確かサーリー人工仮面違います。人工覆面やからね。さあ、コマさん。AI 人 AI 人 AI んちゅ。あー違いますが、なんかね、近づいてきてます。うろうろしてるでしょ周りを。 AI 遠いけどね。サディアインチュ。あー、ね、なんかな。違います。 AI とかね。でも惜しいです。ヒントとしましては、人という字は漢字を入ります。そうやね。いや近いよ。近いというか、まあまだまだ遠いけど。サディ匠人。あー違います。ヒント言います。漢字2文字です。そうやな。あー川さん人間。あー違います。でも人の場所は最初に人。サーディ人口。あー違います。あ違うんですか。でもまあまあまだまだ遠いよ。だこれと書いて何と読むかっていう感じです。あ、なるほどね。はい、そのまま読まない。はい、サーディ。ヒューマン。おー、なんとか、なんとか言って。人工とかね。違います。人工も違います。人工じゃないですね。じゃないんですね。はい、ね、人とか人で読まないです。ね、変わった読み方です。変わった読み方っていうか、もう当て字？当て字っていうか、まあ、まずでもその、当てる前の2文字を。ほら、言いますよ、もう。はい、漢字は人に、印です。印って何ですか。はい、印鑑の印。印鑑の印ってどんな字やっけ。印刷の印。はいはいはい。コマさん。あじゃあハンコ。違います。人に印。サーディ人参。じゃあ。うわー違います。ということで、正解は、ピットイン。わーそうや。いや、難しいじゃあね。そう、まだまだ遠いのね。だいぶ遠かった。すごい衝撃ニュースやったな。そうなんと思って。なんかやってた当時、一回話題になってたけどね。あ、そうなんや。何で、何の番組、何かの番組。何やろな、クッキーさんとかな。なんかわからん。なんかちょっと前に。ピットイン、そうやな。人工くんって何だったんですか。なんかね、なんか人があって。そうやね。そう、人工。人に印でピットイン。そうそうそう。なんかそのやつ。ピットイン。人をもう。全然違かったな。さあ、引き分け。まあ、ミスリードしてた。お笑いで引き分けは痛いんじゃないでしょうか。これ、取りたかったな。さあ、そうに。トレンド。トレンド。わかりました。では、トレンドの問題です。はい。アーティストの千葉雄貴さんがリリースした楽曲から、若者の間で流行している、ただの友達ではなく、友達の中でも絆が強く、信頼関係の厚い相手のことを何と言うでしょう。ね。若者の間では、俺らこうやなもんな、みたいな言い方なのかな。サーディ。心の友で親友。ありそう。違います。友達、ただの友達ではなく、友達の中でも絆が強く信頼関係の厚い相手のこと。サーディ。トップオブ友。おお長いなでもまあまあまあ、違います。まあまあけど、まあまあ、うん。行き過ぎてるけどね、それは。あでもそんな感じの、
サディ。ベストも。あー、いいね。違います。いいね。いいね。いや、なんかありそうや。褒められました。じゃあヒントで言うと、友達は入ります。友達、まるまる入るんや。はい、もう漢字で完全に友達っていうのは、その言葉には入ります。何々友達。あー。サディ。極み友達。あー、なるほどね。違います。おせちみたいな。極み。友達、極み。極み、なんとか。二段重。なんちゃら友達。コマさん。永遠友達。あー、違います。なんか、もっとひねらなダメなんですかね。確かに。まあ、その、対象がですね、一人に対して言うのも、これでいけるのかもしれないけども、なんか、まあ、複数人でも、いけそうな感じですね。うん。グループと言いますか。うん、3、4人とか。コマさん。地球友達。地球、違います。コマさん。惑星友達。違う。誰か言うた俺そんなヒント出したあーって言ったから。俺そんな、そんななんか宇宙ですとか言うた近いからと思った。なんかどんどん私引いていきましたもん。自分のなんかイメージがこう地球が映っててビューンと惑星。エンディングみたいに。カタカナ、カタカナ。カタカナ3文字。なんちゃら友達。サーディ。ベスト友達。違う。こんな感じ。コマさん。スーパー友達。違います。4文字。違う。あー、わからない。何？チーム友達。あー、なるほどな。チーム友達？あ、でもなんか、ちょっとありそうというか、ね。聞いたことある気もしますが。確かになぁ。もうトレンドに乗り遅れてます。まあね。楽曲やから、歌の中に入ってるんかね。タイトルの曲が。タイトル。チーム友達。そういうユニットみたいなのもいそうやね。チーム友達っていう。ありそうですね。さあ、2連続引き分けです。やばいね。またちょっと泥仕合のような。やばいですね。やばいね。じゃあ、万博ちょっと気になるので、万博。万博。わかりました。では、万博の問題です。次の万博パビリオンに登場する実物大のガンダムですが、どんなポーズをしているでしょう。さあ、コマさん。グリコ。グリコのポーズ。違います。なんだ今の間は。の、今当たった当たった。グリコのポーズってことね。違います。コマさん。太陽の塔。ん？太陽の塔のポーズ。聞いてます。どんな？横に両手広げて。ああ。まっすぐみたいな。ちょっと違います。コマさん。岡本太郎のポーズ。ああ。なんかこう顔の前に。なんかグーって。ああ、違います。そんなもう寄せてないです、そういうのに。へえ。ガンダム？ガンダム？そうね、ガンダムが登場すんねんね。さあ、コマさん。ダチョウ倶楽部さんの、やあ。違います。その笑いじゃない、そんなに。サーディー。なんでやねんの、こう、都合。ああ、違います。危ねえ。そんなんしたら大批判です。そうなの？ま、でも大阪やからな。なんか関西人。関西やからね。コマさん。チョキにしてカニ。違います。両手チョキのカニ。違います。ガンダムにそんなんさせない。もっとかっこいい。サーディー。ほっぺたを膨らましてフグ。違うよ。下関万博。下関万博じゃないんで。大阪関係ない。いや、関係ないよね、これは。関係ないんですね。まあまあ、なんか、なんていうの、こんなポーズですっていうのが、別になんか、面白ポーズとかそんなんではないです。ではないんですね。大喜利みたいな感じ。ではない。じゃないないない。まあ、大体合ってれば OK ですよ。なんか、こう、お母さん。春日さん、トゥース的な、この指立てて、こう。キリッみたいな。ああ、トゥースに似てるみたいな。そうそう、一番みたいな。違います。まあでも、大体そんな、近づいてきた感じがあるけど。でも別に誰かの、なんかのポーズってわけではない。サーディ。右手の拳を高く上げて、左手は腰。おー、ちょっと待ってね。確認しますね。そのまま、そのままで。さあ、そのままでキープ。映像確認がいいな。こんな。そんな難しい問題。あー、でも。まあ、OK！ 正解！正解！空に手を突き上げる。ポーズなんですけども、はい、まあまあこんな感じですわ。あ、裏見ないでね。でももうほぼ、まあ、ほぼサーディーや、確かに。そうそうそう。でも確かに足、腰の入り方がちょっと。そう、たまたま左手を腰のあたりになりましたわ。
で片膝をついて空に向かって右腕を突き上げるポーズ、これにはですね、未来を見据え人類と共に新たな宇宙時代を切り開くというメッセージが込められているということで、惑星友達そういうテーマだったのか。その時言うてなかったんだよね。さあ、まあまあギリギリサーディが正解ということで、ありがとうございます。お情けいただきました。じゃあグルメ、グルメ行かせてもらいます。わかりました。ではグルメの問題です。11月1日より期間限定で発売される老舗の肉屋ニュークイックとあるお菓子がコラボをして、衣にそのお菓子がついたコロッケが話題となっております。サーディ、コーンフレーク。あー違います。違うか。お菓子、何コロッケでしょう。スカオコマさん、どういうこと。ハッピーターンコロッケ。あー違います。でもそんな感じ。サーディ、とんがりコーンコロッケ。あー違います。衣がそのあるお菓子になってますね。あーサーディ、わさビーフコロッケ。あーうまそう。違います。うまそうやな。芋に芋。コマさん、柿の種コロッケ。あー違います。 ありそう。全部美味しそうやね。でもこれがやっぱ一番美味しそうかな。サーディ、じゃがりこコロッケ。おー違います。あー芋芋ニュークイックさん、老舗のお肉屋さんと、老舗のお店屋さんとあるお菓子がコラボ。サーディ、ポテトチップス。違います。コマさん、ピザポテトコロッケ。違います。そう、でもそんな言うていったら当たるんでしょうね。サーディ、カラムーチョコロッケ。あー違います。でもなんか近づいてきてる。コマさん、ドンタコスコロッケ。違います。もうドンタコスったらドンタコス。ちょっと待って。コマさん、チートス、チートスコロッケ。違います。これ忘れてるやん。好きやで、多分コマさん一番好きちゃう。サーディ、カッパエビセンコロッケ。違います。確かに、しょっぱいですよね。だから食感でしょうね。食感がいい。一番好きやね。一番好きなんですか。一番好きな、一番よう食べてんね。サーディ、ビーフジャーキーコロッケ。肉やな。外に肉。スナックから出た方がいいのか。いや、スナックというかそのお菓子よ。よくあるお菓子。よくある。衣っぽい、衣のことを考えて。コマさん、うまい棒コロッケ。違います。もっとこの衣とはどんなもんや。あー。サクサク。そう。札幌ポテト。うわー違う。正解はベビースターコロッケ。あー。ベビースター、ベビースター好きやろ。ベビースター好きやな。あすごい。思った以上にベビースターがまぶしてありますね。すごいね。そっちのお菓子か。確かに。そうなんだな。メカ袋しか考えたかったな。出てこんかったですね。衣だ、サクサクでね。なるほどな。美味しそうです。ベビースターコロッケ11月1日発売ということですね。ちょっと当たってないね。やばいよ。ああ。1ポイント。しか言ってないね。ちょっと。3引き分け。これはひどい。冴えてないな。さあ。じゃあ、私は誰にしましょうか。私は誰。わかりました。では私は誰の問題です。プロフィール言いますんで誰か当ててください。はい。大阪市出身、64歳。60? 趣味読書。父親が福岡県出身。え、父親が。同期はダウンタウン、トミーズ、ハイヒール。え、朝ドラおむすびに神戸編の仕立て屋の店主役として出演。ええ、最後まで言ったよ。え、コマさん、神戸編の、なんて言いました。仕立て屋の。仕立て屋、仕立て屋、仕立て屋って何。服の仕立て屋。仕立て屋って何。そんな人おった。いや、でもそう、今までの情報を考え64歳で福岡で仕立て屋って、いやいや、そのどうしよう。じゃあもう一個、もう一個。
え64歳大阪64歳、うん、回答権お父さんがそんな落ちたらお父さんが福岡で、うん、仕立て屋としてえ大崎と共演してましたよね。いやだからそのいやもう一個そのあったでしょ、はい、はいはいはい、え原口あきまささん違いますえお見てないやろお前どういうこと神戸編に出てへんがな神戸編に出てへんがなあ神戸編神戸編出てない神戸あ今の人ってことはあ見てへんわこれいやいやいや、毎日見てる。え、いやいやいや。え、なんで68歳父が福岡いや、でももっと、もっと情報あったやんか。64歳。はいはい。読書。父親が、いや、福岡県出身。うん、同期は、ダウンタウン、トミーズ。あ、お前お前お前。ええ内場さん正解。あ、そういうことどういうことよ。ああなるほどなびっくりしたいや見てへんやろいやめちゃくちゃ見てよ俺何が原口さんやどこが神戸編に出てんのお父さんがどういうことってあなるほどなるほど分かりましたそういうことねなるほどなるほど、うん、あダウンタウンさんが出てくるソーディーも答えれるやろいや私はソーディー答えれたな答えれましたあ答えれた答えあ置いててくれたんや答えれました。置いててくれてありがとう、ありがとう。びっくりしたな、なんか。ようわからん感じだったな、今。芸人さんっていうのがあるからね。うん。うん。内場さん。ああ、そう、単純に。64歳なんですね。ね。そうなんだ。福岡さんだったんや、内場さん。そうやで。ああ。テイラーのね。さあ、音鳴ったというか、ラスト問題、1対1。最速。リスナーさんが全部残ってます。で、イントロ。ちょっとラストはイントロでこれはね白黒イントロしますよわかりましたじゃあ最終問題、はい、イントロの問題この曲のタイトルは何でしょう、はい、うわこれ難易度高いねドンドンだけですね当てたいねいや全然さあどうでしょう、ね、これはむずいなじゃあもうちょっと長いのお願いしますもうちょっと長めいきますかうえー、一緒やった長くても大体一緒やったちょっとなんかねシンバルが入ってきたぐらいコア、さん何やろ分かんないですバカサバイバーとかああ違いますもうちょい長いでいきますあいたやんライブの間のやつやんこれおおちょっとね違う音が入ってきましたねベースがうわーこれいいねえー何ですかこれいいななんでわかるんやろすごいなわかっとんのかなちゃんねその早押し知ってるなあその下げてそれ畳んでそれいやわかったら押すねいやこれ絶対サーディわかると思うえー私も答えてください。いやいや、ちょっと分かんないです。これはもう出ないです。何やねん。あれ何やねん。じゃあもうちょい長いのお願いします。いけるとこまで、もうこれ最後ね。はい。わあ、これ。全然ピンときない。ちょっと昔じゃない。そうやな。あそうやね。ちょっと待って。お、分かりそうこれちょっと待ってコアさん暴れ出す違いますいやちょっと待って騒ぎ出す違いますええ2006年にリリース続き流します続きいけますか あ全然違った違う出囃子ですね最近のお兄ちゃんの出囃子うわあーソーリー早かったシャングリラだシャングリラかシャングリラだシャングリラやなチャットモンキーさんのシャングリラでしたうわーこれねえうわーシャングリラだほんまですねベースで確かにうわでもこれさあということで2対1でサワジの勝利めっちゃやったのにななんですか今日はもうポーズもなんかそんな
当たったとは言われない。決まらん。なんかぬるっと。最後その内場さんと。なんか最近ちょっとぬるっとしてますね。選手もぬるっとして、今週もちょっとぬるっとして。バシバシ行きたい。シャングリラもな。ウルトラのこと考えすぎてるんじゃないですか。確かにな。ちょっと初心に帰りたいところですね。うん、リスナーの皆さんからのクイズ問題引き続き募集しております。メールは mb@abc1008.com、 ファックス、おはがきでもお待ちしております。以上、 M1 王者 VS ミス東大クイズグランプリでした。ではここからはリスナーさんから届いたメッセージを紹介するリスナーが言うにはです。今日はいらんことすなをテーマにいただいております。はい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら枚方市のおんち親父さんですね。男性の方です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先日町内のカラオケ大会に出ました、うん、恥ずかしいので家族や友達には内緒にしていたのですが、うん、誰から漏れたのかみんな知っていて、会場に家族知り合いが10人以上来ていてうちわとかで応援がすごく、それでなくてもドキドキして上がっていたのに、すごい応援を見てめちゃくちゃ上がりまくり、うん、散々な結果でした。いらんことすな、応援なんかしていらんのや。そっと、おんち親父、やりたかったんですね。わかるわ。バレ、まあ、でもバレる、バレるよな。でもな、なんででもエントリー表とかで 見たらその実行委員の人とかさ、おお、何やさん、おんち親父さん出るんやんとかで出るらしいです言うわな。町内ですね。町内やもん。そうなんやもん、まあ、盛り上げよう思って。さらに糸島のフェスティバルみたいなもんでしょ、ああいう。ああ見てる。町内やから出るでしょ。私も見てますよ、パラパラしてね。パラパラしてな、そうみんなバレるで、あんな海沿いでやってたら。下手やって言ってたけど。俺あれ神戸でも64歳で原口あきまささんわけないし、なんか64歳のお父さんがいて福岡の人とか、なんか私は誰のことを根本が考えなかった。全然考え方分かってなかった。64歳のお父さんがいて、同期はダウンタウンさん原口あきまささん、私は誰をもう一回ちょっと改めてさん考えな考え方が全然違うかった。その人のプロフィールを言ってるから、全く意味が分からなかった。でも分かる、俺もあんま言うてほしくないタイプ。舞台見に行きますとかも、後で行きましたって言ってほしいタイプ。上がるというか、ちょっと意識はしちゃいます。そう来てんねやとか思ったらなんか嫌やね。上がられ、上がる。だ、その、そっち方面見られへんよね。その、おると思う席の方を見られ、なんか、もやっとしてくる、そっち方面が。で、そっちじゃない方見ようと思ったら余計変になるし。だから、パワーになる人もおるんやろうけどな。うん、おるんちゃう、ね、やっぱり。見てくれた方が力出るっていう人は。まあな。人によるとこですね。これ歌緊張するやろな。でも、喋るんとまたちゃうからさ、歌。1個目外したらもう終わりじゃない。歌カラオケ大会とかで戻れない、高いので入ったりしたらもう終わりじゃん。ほんまに、いや、まあ、緊張するよね。いらんことすなではあるな、私、まあ、応援したいんは分かるけどな、みんなも、まあまあまあ、いらんことすなかな。そしてこちら、サポダ親方さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。飲み会で芸人の方のトークを真似してくる同僚がいて、とても腹立ちます。私がちょっとした普通の話をしてて受けたら、からのと煽ってきて、自分が受けたつもりになり話を潰します。他にも、いや、せんのかいなどと突っ込んできますが、完全にタイミングがずれています。本人は全く面白くないのに面白いつもりでいるので立ちが悪いです。いらんことさ。ああ、なるほどね。だいぶいらんことしてんな。からのはだいぶいらんな。からのはいらんね。じゃあ腹立つな。結構そういう人いません。ああ、からの、からのとか、そんな、なんやろ、そこ助け舟じゃなくて、あ、じゃなくて、こう深掘りしても、これ以上広げても、なんやろ、いい未来は見えない、うん、とこ、だから終わってんのに、こっちは分かってんのに、うーんって思って、で話したら、え、何もないんかいとか、うんうん、腹立つな。足場外されまくってんな。足場出されて、まあまあ、いやね、これは、うん、いらんことすなですね。やったらいるんかもな。そして大阪府のくまこさんですね。ありがとうございます。20年ほど前の話ですが、和歌山へ行き、とても美味しそうな梅酒を一升瓶で買いました、うん、仕事から帰ったら飲もうと思い楽しみにしていました。帰宅すると梅酒がありません。母に聞くと、兄の嫁が来たのでお土産に渡したというんです。
めちゃくちゃ楽しみにしていたし、それほど仲が良くない嫁に渡すなんていらんこと砂と激怒したの20年経った今でも覚えています。へえ、お母さんそんな当たり前のように渡したよみたいな、なんかないってなったのな、なんもないこれしかないっつって、あったわーって、うん、梅酒ってさあ、その人からしたらいるもんな、なんかいるのにいらんと思われるみたいな、うん、それこそ梅酒で漬けてた梅をもうなんか捨てられたみたいなのもいらん、これ食べようとしてたのにみたいな、もう最後やからこれいらんでしょみたいな、そこまで何やったら貯めてたんやみたいな、あその梅最後食べて締めたかったのにみたいなあったけどな、これ捨てたっていうまあ飲まん、まあ、そうやな、飲まんかったわからんかっていう、そこのために飲んでたのにみたいな、漬けに漬けた梅みたいなあったけどな。どれに捨てられたの？いやそれは俺が体験したんじゃなくて、俺がそう、それをこの梅を捨てられたんやって話を聞いてあ、それはまあまあ確かに梅捨てられた、梅捨てられた話を、それはいるなっていう、まあ良かれと思ってね、捨てたんでしょうけどね。はい、いりますね。そして和歌山県のアミーゴ猫畑さんですね、ありがとうございます。無断駐車ですと、田舎で畑やブドウ栽培をしています。たまに近隣のお宅に車で来て倉庫の前に無断駐車していく人がいます。邪魔にならなければ狭い道なのでそのまま何も言いませんが、この間慌てて謝りに出てきた人がいて、邪魔じゃないからいいよと言ってるのに慌てて車を移動して、速攻に脱輪しました。わし倉庫から出られへんがいらんことすんなよええって言ったのに、いまだに速攻の傷を見ると腹が立ちます。あ、なるほど、そういうパターンもあるか。あ、なるほどな。ええよって言ったのに怒られると思ったんやろな。うん、まあ、確かにええよと言いながらのそのな、京都の人じゃないですか、いいよの裏に隠されたのかせよ気持ちと思って深読みして、確かにね、いらんことしてんな、みんないらんことされてもいるね。京都府の京都市の元和歌山県民さんですね、男性の方、はい、ありがとうございます。一昨日奥さんが第一子を出産しましたと。おめでとうございます。私も立ち会いちょっとでも落ち着いてくれたらと思い、うん、背中をゆっくりトントンしていましたが、何か違ったみたいです、うん、完全にいらんこと砂状態でした。まあ母子ともに無事で何よりでした。これで駒場世代の仲間入りですっていう。いやー、おめでとうございます。おめでとうございます。一昨日か、いらんこと砂だらけですよ、子育てなんか。いらんこと砂だらけだと思うで、多分この先この京都の元和歌山県民さん、そういらんこと砂多いな。これおしゃぶりとかね、これからもしお子さんがやりだしたりとかしたら、もう洗ってると思って置いといたらまだ洗ってないとかで、もうまだ洗ってないやろと思ってこれ洗っとこうと思ってこう乾燥にしてたら、え、これ洗ったみたいな、もう洗ってたのにこれとか、今ないやんみたいなとか、逆逆ずっといらんこと砂状態になるから、ね、うわ難しいですね。いらんこと砂よ、なんかそれぞれが積極的に参加しようと思うと、そうそうそう、よりこうお互いなっていきそう。だいぶ今以上の5倍ぐらいのコミュニケーションを取らないと、今までと大人2人のコミュニケーションなく5倍以上のコミュニケーションを取らない、いらんこと砂だらけになるから、これはそうちょっと注意した方がいいね。トントンもそう、なんかなんやろな、寝て寝えへん、ずっと泣いててトン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 して寝えへんなみたいな、でもう例えば奥さんとかに渡したりしたら、まあ、スッと寝るみたいなとかもとか逆もあんねんけど、 そこまでのトントンがあったから寝たんじゃないのかとか、あもうすぐ寝たやみたいな、その叩き方悪かったんちゃうかみたいな、はいはいはい、なるけど、いや2人の手柄とそこまでのトントンがあったから寝た可能性もあるんじゃないのかとかもあるから、それ言うの、それ言うの、いや俺は逆の時が俺思う、すごい俺奥さんが抱いてて俺帰ってきて、うん、奥さんがずっともうどうしようもない、泣いて泣いてどうしようもないで、あもうパパ帰ってきたよってパパに抱っこしてもらおうって抱っこしたらなんかこう落ち着くまでスンってなるみたいな、で、うん、あもうパパ好きやなみたいななるけど、いやそれはあなたの今までのトントンがあったからやでと思うね。優しい、そんな俺の自分をその卑下せんといてと思うね、奥さんにその自分の手柄もあるでっていう、俺だけじゃないでっていう、そっちパターンあんのよ。あもう好きやなパパがなみたいな、なんか そんなんやめてっていう、ママも好きやからって。ごめんなさい。そっちなんで、そう申し訳ないの。俺ラッキーみたいな。俺ラッキーでやっただけやで。いいやん。それあんねん。だそういうのあるよ。そのいらんこと砂だらけやから気をつけた方がいい。
そして高松市のあばらの折れたエンジェルさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いらんことすなですが、私はレコードを集めるのが趣味ですと、うん、家に並べていたらある日祖父がレコードの包み剥がしといてあげたでと言ったので、うん、まさかと青くなりました。レコードコレクターの常識として LP 版はジャケットに帯がついていること、そしてもう一つがシュリンクと呼ばれる薄いビニールのラッピングが剥がされていないこと、うん、この二つがあると価値も値段も格段に上がります。じいちゃん何しとんねん、いらんことすなと心の中で叫びました。うわー、なるほどな。わからんね、これは。でもコレクターとしてはもうちょっと耐えがたいいらんことすなですね。わからんな、レコード包み紙、うんうんうん、包み剥がしといてあげて剥がしといたね、すぐ聞けるやろっていうね。あ、邪魔やったよなって感じですね。いらんな、なんかな、そう要はね、ジーパン縫われたとかそういういらんこともあるもんね。ダメージジーンズ縫われるみたいな、それ系の良かれと思ってのやつやもんな。うん、それむずいよな、良かれとほんまにいらんことだけしてたらいらんことすなって言うけど、そっちの気持ちも分かるっていうパターンの時むずいね。そうやってくれてありがとうって言うてたら、そうそうそう、向こうも悪気あったわけじゃないけど、この怒りどうしたらええねんみたいなのむずいよな。あ、もう何とも言えんみたいな、いらんことすなっていう。大阪府のおにゃんこ戦隊タモツレンジャーさんですね。男性の方ですね、はい、ありがとうございます。買い物をしていた時の話です。鮭の切り身を買うか見ていたら、前のおばあちゃんが両手に唾をつけてすり合わせてトングを触ったのです、ね、私は何してんのやめてと思い鮭を買うことを諦めました、うん、いらんことすなよ。いやそれ嫌やね。寿司握るみたいな、その唾つけてトング持つみたいな、意味ないよね。手で触るわけじゃないから、めくらんしな、ね、だからあの袋とかやったらね、そう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 、お札とか触る時とかはなんか聞きますけど、トングへなかなかですね。滑らんように。パン屋とかのトングの個包装のやつもトングで、あれはどうしたらいいか迷うよね。 あれってトングでいくのか、別に手で言ってんやんか、あれ分からへんな。私いつもトングで、一応トング取ってしまうけど、なんかそうするとビニールがついてるやん、トングにっていう感覚もない。 あります。やし、そのトング側にも油分結構さ、他のパンを、はいはいはい、取ってた場合油分がついたトングでビニールを包まれてるこの袋を、自分のビニールがツルツルなるっていう、はい、でこう帰って食べるときにちょっとなんかベタベタってしてたりしてそうそう、 あれトングの油分やな。あれ正解なんなんやろね。手でいって個包装やから、もう自分が買わんかったらあかん、もちろんその直すとかあかんけど、はい、買うんやったらもう手で、それ見られてるとさ、うん、手でいってるやんあの人って、うん、他のパンも手でいくんちゃうあの人って思われたら嫌やから、トングなのかあれの正解分からんよな。でもトングビニール一回いってるなっていう、トングにした方がええんちゃう、手でいくに統一したら戻す人がおるからさ絶対、うん、そうですね。ああ、うん、戻されたやつは嫌でしょ、袋ついてても。まあまあな、まあビニール触っててもそのトング一回終わるからええか、別にビニールでまたもう一周パン行くわけじゃないし、はい、他の人が、うん、自分で終わるもんねそのトングは、うん、まあまあトングかな、そうやなトングの方が、ね、そりゃそうやな、うん。京都府の深い森さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。一緒に食事をした時にいらんことを姉が言います食後に姉はお腹いっぱいになる、お腹キンキン、お腹キンキン丸と言います虫巣が走ります何歳よ、何歳かに呼びようかな8歳とかって別にお腹キンキン丸、打ち間違えと思ったけど多分お腹キンキン丸やろね、お腹キンキンなるとかじゃなくて、お腹キンキン、お腹キンキン丸これでも私ちょっと近いのが、あの福井アナウンサー、一つ目の福井直人アナウンサーが OK の時に、うん、オケマルポンタって言うんですよ。お昼というか、あのラインで、はいはい、虫巣が走る、いや違う違う、いやどっから来てるんやろこの言葉と、オケマル水産とかの、あげまる水産、あげまる水産みたいな流れで、オケマル水産、今度じゃあお店ここでとか送ったら、うん、ありがとうオケマルポンタっていうのがこれ、そう文字で来るってことでしょ、はい、ポンタをカタカナです。ポンタの後はあびっくりマーク、いや何にもなかった、あびっくりマークかなおあとなんとかマウスもあるんですよ。でなんとかマウスの時はネズミの文字が書いてあるんですけど忘れたな虫
いやいや、かじ、いや、何やろうって思いながら、でも聞けずに言います。確かに無視するのちゃうしな、無視するのも悪いしな。まだまだメッセージもお待ちしております。お待ちしてます。ミルクボーイの火曜日やないか。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスは mb@abc1008.com mb@abc1008.com です。先ほど番組内でもお伝えしたんですが、 ABC ラジオカレンダー今年も販売いたします。はい、お願いします。ラジオ祭りでいち早く先行販売するんですが、うん、このカレンダーにパーソナリティのサインを入れて100名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はおはがきですね、はがきにおところ、お名前、お年、電話番号とサインをご希望の番組名、あと曜日もあればありがたいです。そちらをお書きの上こちらまでご応募ください。郵便番号553-8503 ABC ラジオカレンダー係、11月5日火曜日消印有効です。当選発表は後日番組とホームページで発表いたします。たくさんのご応募お待ちしております。そうか、曜日と、なるほど、いるんだね、番組名以外のね。そうですね、そうかそうか、毎日の番組もありますし、ね、おー、ぜひいっぱいね、見る会を書かせてください。よろしくお願いします。はい、今楽しみやね、そのカレンダーも見てもらうのがね。そうですね。でラジオ祭りも楽しみですね。ちょっと顎は載せてないんですいません。期待した方は写真ではない、ね、また見てください。よろしくお願いします。はい、この後3時からは裏の裏まで裏川ですが始まります。それではそろそろお時間です。さようなら。さようなら。